うるさいかも。今すごい俺、あ、これぐらいなら大丈夫だ。いいの。え、ちょっとあって言ってみて。いいのか悪いのかよくわかんないけど。あそこのメーター見んだ。メーター、だなんかすごい上がってるけど。あが痛いの。そんなにあが痛いの。言わせただけじゃん。そんなにあが痛い。あ、うるさいらしいよ。もう始まってるし。うるさいらしいよ。え、もう始まってんの。始まってマジか。あっつってみて。ただ、ちょっとアホみたいになってる。大丈夫かな。絵面がやばい。いいっすか、これ。大丈夫っすか。いいっすか。いいのかな。ボケるかな。もうボケるしかないじゃん。何をサバ漬け。いやもうそんな時代は過ぎたんですけどね。サバ漬けは最近。甘漬けはすげえな。なんだこれ。サバっつってもな。じゃちょっとこんばんは。おみんな集まってきた集まってきた。こんばんは。すごい集まってきた。誰もいないロビーに集まってきた。すげえ嬉しい。上に書いてあるから。さっき放置されたから。さっき普通に空いてたからね。誰も座ってくれず。悲しみを背負ってた。どうしよう。いつもどんな感じでやってたっけな。いいっすか、普通に始めて。いいですか。はい、こんばんは。こんばんは。今日も始まってまいりました。夜中23時のカオ TV。いつもそんなんでしょ。まあ、こんなテンションなんですか、これ。覚えてないですか。俺あんま見てないか分かんないですけど。今日ペルソナ会ということでして、ゲストに、掃除君に来てもらいました。拍手よよ拍手よなんだこれ岡本シャワーコントみたいなやつだぞ。もう対戦しちゃう。とりあえず対戦しちゃう。とりあえず対戦対戦しながらちょっかいかけて大丈夫でしょ。ちょっかいかけて大丈夫でしょ。まあ気合いでしながらいろいろ聞いていけばいいんじゃないですか。やばそうだったら何も言わないから。たまに俺前連さんってやってる時には無言になったから真相の時に。真相の時は無言でいこう。無言で。いやー。今日ハゲちゃんもいますんでね。ハゲちゃんもいます。緊張すんなこれ。緊張するか。しかも初戦がエリザベスとかね。エリザベス弱いでしょ。いやーまあ弱いけど別に。え、下から1番目でしょ。いや1じゃないでしょ。あ1じゃないか。1じゃないでしょ。もっといるでしょ。もっといる？いなくね？誰だろうね。一番弱いからいなくね。バットか。ラビリスとか。あ、ラビリス弱いんだ。ラビリスとか、順平とか。あ、まあ順平は弱そう。でもラビリスは強そうじゃない？いや、戦ったタイミング。いや、あのキャラはちょっときついでしょ。マジか。ラビリス。まあでも結構熱帯の使い手多いから頑張るんじゃない？結構。あれ、マルサキのラビリスすごかったね。いや、あのキャラが強かったことはない。あ、嘘。今のところ。火力すげえ高かったですよ。エルダムス自覚したら何とかな。いやあれベコさんもちょっとやりましたっけ。結構チャレモやってました俺。あ、そうチャレモか。あ、今で。あれ何だっけ、あのチャレモやってみなずき。あ、みなずきか。何でも聞いて。使ったからちょっと使ったから組み合わせですけどね。いきなり死にかけてるからね。あのアークでもね、準優勝ね。嬉しくないよ。嬉しくない。おめでとうね。嬉しくないよ、あれ。あと団体戦も準優勝したそうで。そう。おめでとうね。最強でしょ、もう。準優勝、そなめで。準優勝、そなめで。初めて聞いた単語だけど大丈夫なの。ちょっとやばいよ、最近まで。準優勝多すぎて。でもその2個でしょ。いや、ちょっと待って、前のアークレボも準優勝。前のアークレボも準優勝だ、そうだ。2年連続ですよ。シルバーコレクターだ。それはもう有名だから。もう安定してるよね。全部買ってますよね。決勝まで絶対来るもんね。お得じゃん。一番下やってたから。クマが強いんだよ。どうですかこれ。組み合わせがよくわかんないな。まあ別にクマ有利やけど。立ち回りがバット効きそうだよね。いやでもね、意外とね、意外とバットに対しての正解はあるから。回り込みでしょ。いや、そこらへん、いや、回り込みじゃない。そこらへんはダモスさんがね。あ、ヘイズリちゃん。いや、美味しくない、俺が。おう。なるほど。急石込み投げ抜けたよ。すぐこれしかしねえから。
何投げ抜け仕込め、あ、出た、かわいい。いや、ちょっとディレイで球威に投げ抜け仕込めば最速で投げきたら投げは抜けてみたいな。へぇ、ペルソナのお約束だよな。あ、そんな前だいたいそういうの使い分けてるだけだからな。あ、じゃあ投げ重ねしちゃダメなんだ。直ディレイ投げ重ねとかすれば死ぬけど。わ、読みは複雑だね。まあ仕込めないからな、このゲームバリアがないから。確かに、とバリアがないなんか出ちゃうから、何かに仕込まないとみたいな感じはするけど、まあでも今のは使い方怪しかったな。やべえな、ちょっとどうですか、こんな感じでスタートしましたけど。ほら大人気。ちょもっと右に並んでもらっていいですか、ちょっとそれ。これ下に並ぶように。右に並んでもらっていいですか。右一列、横一列、横一列の方がいいですか。横一列の方がいいんじゃないか。ここに下に見ないわ。やべえな、横に並ん、ロビーに一緒に、ね、こんなに並ばれたの生まれて初めてなんだけど。あ、本当に感動するわ。かさっきもだってちょっとやったらね、ピュンって消えて。まあ確かに確かに確かに、エイトさんがね、エイトさんと見失っちゃうからな。うん、やばいでしょ。あ、ナオトだ。さあここまで来ましたけど、さあ天の声、天の声、何かもう何かないんですか、天の声。求めるの早くもう困ってるの。いや、もう全然わかんないからな。じゃキャラランク聞いていいですか。キャラランクキャラランクっすか。上はやっぱ番長とかっすよ。番長、番長、花村、番長、花村、水月押したいんだけどな。ちょっと1個落ちるの。ん ?1 個落ちる。いや、あ、そうだね、番長がやっぱ強えから。おお、やっぱちょっとね、そう、アークレボの時にやっぱ地方からうまい番長が来て、やっぱり陽介も強えなと思ったんだけど、やっぱまあ番長使い手も強いからそれもあって、あ、なるほど、ね、やっぱ番長強えなってなったけど。花村でも1回戦で全員負けたらしいしね。まああれはなんだろうね、大会も強くないのかな、陽介は。ああ、確かに体力柔らかいからな。うわ、あれ、番長の方が立ち回り安定するとかそういうのあるんですか。立ち回り安定するけどね、あのキャラ意外に優勝してるの見たことないんですよね。だから、そう、優勝 P4U での優勝が多いキャラはミツルなんですよ、圧倒的に。だけどミツルキャラパー落ちたから今回あんま勝ってないっていう。ああ、そう、なるほど、ね、そうな。でそこでクマが、クマ使いが、クマ使いがね、まあ、ひょっこり勝ってるよね、まあ、クマ使い職人プレイヤーはどうだしな。どうだろうね、まあ、情報共有はすごいしてるよね。いや、クマがベスト4に3人もいたんですよ。あれちょっとみんなね、勘違いするからよろしくない。そうそう、好みが上がりますかこれ。いやいや、ベスト4に3人いたんですよ、クマが。まさか、いやいやいや、まさかトゥマリ。いやいや、トゥマリ、トゥマリはトゥマリ、クマは S キャラってやつですね、いわゆる。よく俺なんか言われるんですけど、そんなことは。あったまった。熊使いの人口とかっていうのは特に多いわけじゃないんですか。結構多いですよ。多い方ですか。まあ、使いづらいキャラでもないですからね。これまあまあ使いやすい方だから。使いやすいか。相手のパターン覚えてる。パターン覚え、まあ他のキャラに比べたら確かにって感じだけど。ルルルルル。取りたい。立ち回りきつそうじゃない？ナオトはね、残念ながらもう関東いないからやってないんだよね。だからぶっちゃけアークレボで若さんっていうナオトいたんだけど、当たったら死んでた可能性はかなり大なんだけど、ね、若さんが1回戦シャドウ感じに、シャドウ感じにちょっとお亡くなりになられたんで、あれはまあ俺的には美味しかったけど。あ、でも当たり落ちだったんだよ。まあ全然に、俺が2回勝てばその後ワンチャン、あ、バッハがタヒチさんが負けてしまえば全然当たる可能性あったけど、まあ普通にシャドウ漢字買っちゃって、そこにバッハはあっさり、いつもやってる人だったってこと。そうだね、結局壇上の1回戦は義語でやれっていう戦いが起きてたけど、義語で義語でいいだろみたいな。ありがとう、どこだ。相手も覚えるだけかな。なんか対策いっぱいありそうだけどね。お、横に並んでくれた。お、やばいな。鳴神多いんだけど、ちゃんと並んでんな。いや本当に鳴神使いかさっぱり分かんないから。確かに、特に熊使いじゃないけど熊のなんかアバター多すぎじゃね。クマとなんかコロマルのアバター多いよね。あ、コロマル多いね。俺も確かにコロマルいいなと思ったんだけど、別にアマダ使いじゃないっていう。私あの可愛いキャラを使ってちょっと自分も可愛いみたいな感じ。いや、なんだろうね、なんか自分のどうだろうね、ミツルとか使ってるやつなんかね、うん、普通にミツル使わないよね、なぜか。あ、まあ、コロマルになって、キャラ性の値段ですからね、ミツルはキャラ性の値段ですから。キャラなのかな、ね、なんか質問あります。結構俺曖昧に質問してる方なんですけど。ああ、いや、もう一個あのいやそこはあの MC にお任せしますんで。 MC に、 MC あんま思いつかないですよね。MC 早くない。 MC なんだろうな、まあ、大会の話を聞くのがまあベタなのかなと思ったんですけど、うん、
まあ大会もな、高いし。お、この組み合わせ？グラったよ、この組み合わせ？ダメだよ。どれダメって？ダメ。トライオレ。あー、番長がダメと。あれ、アークエボで、逆で、はい、シャドウ使ってる人って、はいはい、3人でしたね。確かにいましたよね、3人。3人いました。あ、3人いたの、シャドウミツル2人の、あとシャドウ漢字。まあ最後やっぱ、最後抜けたからな、ダイちゃんを倒して。ダイちゃんもなんか実況で、これ俺も食らいましたねとか言ってたの。あ、そうか、これどっかで、そう、これどっかで見たことありますねとか、なんか面白いこと言ってたけど。ダイちゃん予選通過してなかったから、あれ解説できたのか。そうなんだよ。そうか、そうか。え、あのシャドウはやっぱ一般的にはあんま使いづらいんですか？いや、今回体力が増えて、やっぱワンチャンスがいつか来るんで、うん、かなり強くなりましたね。固定で体力2000増加はやっぱでかいかなっていう。そうだ、プラス2000だもんね。そうですね、なんか死ぬまで1回はなんか起こせるっていう。そう考えるとまあ、ゲージも持ち越しですもんね。そうですね。いや、シャドウはまあいないから全然。うん、ああ、まあ結局、そう考えると。これからなんじゃないですか。伸びしろがあるとしたらこれからもっと伸びてくんじゃないですか、いろいろ。確かに。お前の見れるのかよ。頑張りたいんだけどね。すぐガーキャンですよ。立ち回りきつそうだね、つくばが。そりゃあ。さすがに。番長強いから。おーっと。おー、カウンターで拾えるな。おー。火力は高くないな。え、クマ高いよ。え、高いのか。高い高い。あ、高っ。そっか。無理やり来たー。あー、ドラゼリー。おお。あー、なるほどね。ちょっとガードが初心者やな。シャドウチエがいなかったんだ。シャドウチエは霧雨さんしかいません。あ、そう、ね。霧雨出れなかったからな。出たら全然盛り上がったんだろうけど。あ、まあ有名だもんね。戦うとだって、え、もう死ぬのみたいな。俺もしかして死ぬみたいなシーン多すぎて。シャドウっつったらシャドウチェーンみたいなイメージあったけど。まあ辻川さんも伸ばしてたしな。まあ確かに。でもあれ結局ね、結構むずいんだよコンボが。どっちかというとなんかシャドウミツルの方が安定して、なんかそんなにミスらないで、まあ戦えたから、なんか結局結果的にシャドウミツルの方が多かったなっていう。シャドウチェーンやっぱ立ち回り億劫だからな。あ、リーチがちょっと、あ、まあ、いやバーストないから画面が超きつそうだった。いや、まあ、そこは体力の多さで。あ、そう、まあ、体力にカバーするしかないでしょ。辻川理世ちゃんね、はい、シャドウシリーズだとナオトぐらいは、ナオトは見たことあるけど、ナオト、シャドウナオト、シャドウナオトやばいよ、電波さん使ってたよ。俺はファイボンのチームメイトで後ろで見ながら笑ってました。でも自分ではちょっとあんまやりたくない。対戦したくねえよな。いや、あれやばいよマジ。は、超強そうと思う。でもまあ安定しないじゃしないから。なんか当たったら銃乱発するやつ。え、まあなんか当たったらもう運命カウントなんかって終わりだよ。すぐ終わりですよ。やべえよな、ゲージもたまりやすいし。やばいでしょあれは。連覇さんがなんかね、違うキャラが使いたかったらしくて、それでなんかシャドウナオトがなんか目に入ったらしいけどね。違うキャラじゃなくて、シャドウじゃん。ナオトなのだ、ナオト。お、ペラクマじゃん。そうだよ、こうやって使うんだよ、ペラクマは。ペラクマ。いや、アイテムのルート変わってんのやべえな。安くなかった。まあまあだから。ほら。じゃあ、ベオさん次の質問。え、全部俺に回ってくるの？いやいやいや。結構話題振ってるつもりなんだけど、俺的に結構まず足りない。サボってるやつがいない。一人変な声がサボってんだ。変な声何も言わねえじゃん。おお、楽しいくよ。おお、よく数えてる。変な声なんかあるやつも。頑張って顔したいね。さてのこれ髪の毛切りましたね。気づいた。髪の毛切りました。今か。今か。そんな数の子さんにお便りが、はい、お便り早い来てる。テレビ番組じゃ、はい、グラノーラさん、はい、ゴッツのおしゃれ番長の数の子さん、ケイスケさん、そしてゲストの掃除さん、こんばんは、はい、こんばんは。いつも楽しく見させてもらっています、はい、今回は掃除さんがゲストということでいろいろ聞いてみたいのですが、数の子さんと掃除さんのお互いのプレイヤーとしての第一印象はどんな感じでしたか？ああ、いい質問ですね。プレイヤーとしての第一印象。いい質問ですね。それはあの、だからこいつオタクくせえなとかそういうことですか？ああ、そういうのでもありですね。いや、もう見た目でもいいですし、うん、
第一印象なの。第一印象覚えてんの。そうそう、確かに第一印象か。え、初見何だったかな。俺はジョージ和横にボコられてたくちゃうの。え、話したのいつだろう。おい話したのいつか覚えてねえな。話したのはいつだろうね。マサさんいたかなと思って、いなかった気がするな。そうだろうね。マサさんと話してなかった気がするな。何だったかな。あ、思い出したわ。タツルがいたときだ。ああ、川越マグマックスの懐かしい感じ。川越に、あの川越のゲーセンでよく一緒の場所でやってて、話したことなかったんですけど、だその時に共通の知り合いがいて、お互い話したことないですけど、二人とも話してる、ケイスケさんみたいなおしゃべり上手の、ケイスケさんのおしゃべり上手じゃないか。確かに、達郎はそんな感じだな。ナルオみたいな、ナルオみたいなやつが、一人川越の常連にいて、そいつは誰とも話せるんですよ、川越の常連と。はいはい。コミュ能力高すぎて。うん、で、俺とそいつが話してるときに、掃除もその、いて、その3人でちょっと話したみたいな。友達を通じて知り合った。友達の友達。でも大体俺、和横に常時、ギルティで連呼した気がする。確かにお互い多分顔は覚えてたと思う。多分話すきっかけがなくて。いやそれ結構前ですよね、多分。超すげえ前ですね。何年前だって、ギルティギアアクセントコアだよ。ってことはもう5年7年とかじゃないの。あ、じゃあこのお便りはそういうエピソードなのかな。次のお便りでキューブさん、カオ TV の皆さん、ゲストの掃除さん、こんばんは。こんばんは。前に数の子さんが話していたのですが、掃除さんがギルティギアアクセントコアでエディに、掃除さんの体力が1割くらいの時に伝説のやつじゃないですか、はいね、それは中野ですね、うん、ダムド、ホール設置、中野ホール捕獲、うん、一撃準備、うん、隣のやつに終電だから帰ろうぜのコンボをやられたって本当ですか。一撃だよ、一撃。それは本当ですよ。あれ一撃じゃなかったっけ。それいや中野だよ。中野か。なんでその時ウッドマンもいたじゃん。それ和信さんがやったんですか。いや俺じゃねえよ。それ採点すぎるだろ。びっくりした、びっくりした。俺じゃねえよ。よかった、俺じゃねえですよ。掃除さんはそのコンボでギルティのやる気までぶっ壊さ、いや、それでテスラ使えた、ソル使ってたんですけど、テスラ使いました、はい、あ、弱いキャラダメなんだと思って弱いとそこで弱いキャラ使って別にゲームのやる気はなくなってないです。あ、現実を、あ、やっぱ弱いキャラダメなんだなみたいな。なでも別にその人とは今別に話してますよ、普通に。その人もブレイブルーのトップブレードし喋ってるんですよ。全然楽しく、むしろ喋ってんの見てびっくりしました俺。え、お前喋ってんのと思って、マジでそんなことされて喋ってんのかよと思って。普通になんかギルティとか対戦すると逆に今教えてくれるかな。あ、まあまあそうだろうね。いや、さすがに、いや、それを、なんかもう、もちろん川上の共通の知り合いで、ロックマンついててくるウッドマンにそっくりな。リーフシールド張りそうなやつがいるからね。そっくりやつがいるんですか、うん、川上で。メガネがいるんですけど。それであだ名ウッドマンって思うんですけど。ウッドマンもその常連で、うん、その4人組みたいな感じで、そのいつも行動したんですよ、その川上の、はい。ウッドマン、掃除、うん、俺、その川越のナルオの4人で仲良しじゃないですか。仲良しゲームしたって言ったんですけど、で帰る時も一緒、まあ、その川越のナルオはあんまゲームガッチじゃなかったから、はいはい、一緒に都内は行かなかったんですけど、うん、3人で都内行ってる時に一緒に帰る時になんかウッドマンが爆笑して、なんかすごいことになってますよとか言ってその時俺カズノコじゃなかったから井上だったから、井上さんちょっとすごい面白いことになってますよとか言ってどうしたのって言ったら、いや、掃除が今すげえコンボ食らってって何すげえ高いコンボもらったんですか。確かにゲームじゃない、ある意味高いけどゲームじゃないとか言って絶対そのコンボの話して出して、その辺はちょっとさすがに気遣いましたね、掃除に対して。やばいね、最後一撃準備までして隣のやつが終電だから帰ろうぜって言って反対側まで来て隣のやつに掃除の隣のやつそれやばいね、やばいね、マジやばい、わざわざ回ってきて、わざわざ回ってきて仕上がってんな。昔はゲームが強かったら何してもいいみたいな風潮あったんですよ、はいはいはい、ゲームが強かったら偉いみたいな。あ、え、その時何も言わなかったでしょ俺。いや、なんか一瞬何が起こってんのかよくわかんない。あ、え、どういうことみたいな。え、なんでこの人はこんなことするんだろうと思ったけど。そうだよ、そりゃそうだよ。俺もその話聞いたらちょっと引いたもんね。え、わかりますよ、わかるわかる、状況。ホール設置で。もう、だから、一撃打ったら終わりっていう状況でしょ。いや、一撃打ったら終わりっていうか、もうコンボしたら死ぬんですよ。うん。で、一撃は繋がんないんだけど。あ、一撃繋がんないんだ。ただ、ホール中に、
あのコンボを決めて普通に死ぬんですけど、あ、なるほど、一撃準備しないでコンボ行けば倒せる状態なんです。そう、一撃準備自体からがナメプレー、ね、一撃準備したあげくステーキしたんです。そうです。あ、もう一撃準備で、はい、勝ちですよって、それでもう反対側回ってきて、一撃準備するってことはもうおめえもうクソ雑魚なんだよって言って、クソ雑魚なんだよもう入ってくんじゃねえよっていう状態からの反対側来て、すごい度胸だよね、顔合わせに来るっていう。いや、やばいっすよ。ゲーム強かったら偉い時代、偉い時代だったっすよ。あそこ、お、でもその人とは今は普通に仲良し、いいやつですよ。いや、いいやつじゃない、いいやつじゃないと思う。いいやつじゃないよ、もうでも分かったから。なるほど、相手の人がみんな分かった。そう、みんな分かった。若い時はね、誰でもあります。そう何年前だろうね、これ出てもよ、セントコアだぜ、だって7、8年前じゃない、うん、ブレイブルームだってまだ CT 出てないよ、多分、うん、確か出てない、うん、7、8年前言い過ぎか、6年前、結構前だよな、6年前とかですか。若かりし頃の話ですね。まあまあまあ、でも今では今は仲良くさせていただいて、トッププレイヤー同士で仲良くさせていただいて、今はやんねえだろうけどな。懐かしいな、そんなお題で来たか。多分そんな、なんかネットがね、あのこう普及してない時期って、はい、結構荒くれたプレイヤーいましたからね。まあいましたね。今やるとツイッター書かれるから。確かに確かに、すぐ広まる、一瞬、そうそうそう、一瞬だからな、もうね、それのおかげで。確かに昔ないですもんね。今やってさ、掃除がこのコンボ食らいましたっつってツイートしたら、うん、すげえリツイートされそうです。すげえリツイート。やべえ、うん、新キャラ来たね。来た来た来た。新キャラどうなの、強いキャラいる。ちょっと足立が一番負けてるんだよな、今のところ知り合いの足立に。そう、足立でもなんかマッドさんに聞いたら、いや足立負けないでしょみたいに言われて、ちょっと見てみたいんだよ。足立強いイメージない。ただまだ新キャラちょっとね、分かんないから、まあ、数こなして対策しないとね。ちょっとあの音ゲーの調皮がガフだから気をつけないと。あ、そうそう、なんかそう、あれびっくりした。あれ確定する状況あるの、分かんない、そこら辺は全くまだ聞いてなくて。なんかあったら嫌だよ ね。だって心得て同じってことでしょ、要は、ね、しかもそれを確定で1ラウンド1回見せられるとかあったら困りますね。あ、それで結局第一印象はどうだったんだと。あ、確かに第一印象どうだったっけ。第一印象は俺は…カズノコはキモかったのかどうかっていう。いや、まあ、いや、カズノコはキモ…いやいや、可愛かったでしょ。可愛かったでしょ。誰、誰今、誰今、キモかったのって聞いた、誰。いや、なんかコメントであったよ。あ、もう、今自分で言ったし。まあ、決定さん大切ですからな、でも、この配信の最後の方で決定さんの。しない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 。いや、昔のカズオさん結構髪長かったっすよね。あ、いや、カズオコロンゲ時代、まさかの。確かにロンゲ時代あった。え、キモ。え、なんか俺動画で見た気がするんですよね。動画で、なんか動画で、動画ないと思う。動画ロ、え、ロンゲカズオコいたっけ。え、なんか見た気がするんですよね。いや、俺めっちゃロンゲでしたよ。それどんだけロンゲなんですか、それ。あ、どんだけロンゲだったの。俺もわかんないですけど、その。でも結構ロンゲだった気がする。え、肩ぐらいもなりました。いや、さすがにそんな、さすがにそんなにないですか。そんなにかないです。メガネかけてました。いや、メガネはね、最初かけてなかったんですよ。へぇ、後半かけ出して、もう話すときは多分かけて、かけたら、もうすでに。え、じゃあまた伸ばせばいいじゃん。もうさねえよ。ロン毛。もうさねえよ。ロン毛果汁。もう見た目気遣って言うべきだった。そうっていうから。ね、おしゃれ番長だもんね。もう何が何だか分かんないけど何が何だか分かんないけど、第一印象はまああれっすよね、恐る使いねって感じで、あ、何も要は印象がなかった印象なかったって別に勝ってないからよくやってるやつ、よく対戦してるやつだなと思って、ああ感じかな。いいな、ソルバット怪力長いからな俺。確かにスタンダードキャラをやめたのが CT からだからな。あれ CT、 ああまあそうか、 CT からか。 CT はだってさ、ちょっと荒くに食べられちゃうじゃん。まあまあ荒くに食べられたね、確かに。食べられる側からやっぱ食べる側にならないと。あれテサにキャラ変える前だっけ。いや、キャラ後だね。あ、変えた後か。変えた後に出ちゃったから、なんかそう、そっちやっちゃ、やっちゃったよね、つい。なるほどね。クマ来た。クマか、これめっちゃクマだよな。っていうか下のこれクマ多すぎじゃね。何なんかみんなクマが集まってきたけど、何なんみんなこっち見て、こっち見てんすよ。やばいな、クマアバターも多いよな。え、あれあれクマじゃねえじゃん。めっちゃ感じだった。
おっしゃーって書いて、ね、このクマなんか気合入ってるけど大丈夫じゃって。お、出てきた。お出してんだお前。あれ、あ、あれこれロン毛、あんまロン毛じゃない。え、あんまりロン毛じゃないじゃない。普通だよね。なんか今とあんま変わらん。まあ、それより長かったですよね、全然。ない。いや、これ長くなかった。え、マジっすか。でも一時期ちょっと長い時あったけど、まあでもなんかそんななかったよね。一瞬だったから。これ20とかかな。え、これ誰ですか。二十歳かな。これ誰ですかこれ。これ誰。確かになんかちょっとなんか写り、写りも顔もおかしいけど。顔が違うんですけども。顔が違くねえだ。顔が違う。整形したこれ。もう整形したら。整形した。整形したらもっとかっこよくつくる。整形した後の方が失敗してる。やばいやばいやばい。ヤンキーにやられる。二十歳かな。あ、これ二十歳ですか。二十歳かもっと若いかもしれない。これ二十歳かもしれない。こっち見ると爽やかでしたね、俺。爽やかじゃない。え、爽やかだろ、あれ。爽やかじゃない。爽やかじゃない。爽やかだろ。え、俺っぽい、うん、え、嘘。だ今、ペコさんの顔笑われたら一緒っすよ、お前。ペコさんの顔笑われたら。いやいや、一緒にしないでください。いやいや、一緒に、一緒にしないで。笑ったやつ、ペコさんの顔笑ってる。今の方がなんかね、若く見えるよ。マジで、うん、あ、確かに、確かに、それはある。え、そうか。その横にいるやつが、はい、あの、今関東で伊吹、ピピ一番高い。え、誰。海老原。あ、ピピ一番高い。一番高い、伊吹で。まだ一緒にお互いゲームやってるんだよね。うん、ギルティの大会出たやつですよ。難しいね。投撃予選かな、これは。多いっすね。いや、投撃予選じゃない、普通の対決。え、でもなんか投撃タオル持ってません。いや、でもこれ投撃予選じゃないです。違うこれ、あの、大山なんで、ニュートン。うん、大山ニュートンだから、余ったからあげるんですよ。あー、そういうことか。松田さんにもらいました。羽生さん、髪ずっと黒っすか。ずっと黒っすね、俺。はっちゃけたりしてないんですか。いや、まあ、この話はどうやっていいんだよ。次の質問を早く考えろ。次の質問を自分で考えよ。自分で考えよ。まあ、この考え方は有利でしょ。有利なんだけどね。まあ、有利だね。有利でしょ。ああ有利だよ。あのバットに逆切れを毎回合わせなくてもいいでしょ。そうだね。そんぐらいちょっと未来見ないときついな。お便りの方も引き続きお待ちしてますんで。お便りお願いします。お願いします。お願いします。喋れるお便り。ジローお便り。じゃあ天の声に質問しまおうかな。おい天の声。天の声。おい。バラエティ番組だよこれ。最近の配信はもうなんかバラエティになったんだよ。天の声、質問しろ。天の声たまにしか出てこないから。質問しろ今すぐ。おい、バイキンだ。バイキンって言うじゃん。質問しろな。バイキンで質問しろ。印象湧くねえかだって。印象だよ、ね、印象でもバカ勝ちしてたからね地元で。まあ確かに。もうやれば20ウィンぐらい常時。確かに。そう俺あの時さ、やっぱあのゲーム強いやつってそう偉い風潮あったじゃん。うん。俺は抗ってたよねそれに対して。いやでもすごい静かだって普通に淡々とやって、まあなんか調子乗ってなかったでしょ全然。普通だった。普通だったでしょ。普通にいろんなキャラを使って20ウィンぐらいしてそうそのままなんか羽ばたって。そう。全国に。そう、全国に羽ばたいて。全国に羽ばたいて。その時はまだ四季までの勇者だったんだけど、村勇者から世界の勇者になんかレベルアップしてた。そう、もう我慢できんっつってこう羽ばたいていく。もっと強いやつやりたいっつって。そうそうそう。俺ね、あの時すげえモラリストだったな、今もそうなんだけど。捨て毛しないもんね。天狗時代。天狗時代。確かにコミュ障あるね。コミュ障はねえだろ。天狗、いやでも別に自分から話しかけるタイプじゃないから。今調子乗りまくり。いや今調子乗ってねえだろ。どういうことやねん。でも自分が話し合いたやついないわ。
あの時、まあでも自分から話しかけるやつってさ、なんかさ、やべえ何これやべえとかさ思わないと話しかけなくね。俺客さんにだって最初自分から話しかけたもん初めて。あなんかやべえ、いやなんかそうはめられて投げはめされて、いやこれやべえどうやって抜けるんですかみたいな、いや無理ですって言われて、あマジっすかって言われて笑顔で会話終わったんだけど、そんぐらいかな俺が多分自分から話した。あとはふもとかかな、ふもも自分から言った。 あとマットさんにも、まあ俺の方から言ったな多分。なんか自分がなんかもうワクワクして話しかけなんかたくなったらもう行っちゃわない、なんかやべえこいつ話してみてみたいな。うん、あ確かにそうかね、まあ、めったにないけど、ね、俺全然ないな。でもあとはなんか勝手になんか食事とかでなんかね流れで会話すれば全然。あまあそうだ、食事は確かに一番あるけどね。来た、俺の天敵来た、足立。なんかすげえいけるらしいけどね、俺は分からん。本物みたいになったもんな、バカバカっつって。あ、それと使い方なんですね。あ、そう、毒と魔風だから。私ね、コマ、ね、コマ投げがあるからね、困るんですよ。え、コマ投げの距離短くないんだこれ。いやー、あるだけでやっぱきついっすよ。あー、超減った。おお、減った。あそこら辺に当たってるようじゃ負けちゃうよね。俺試練増えたな。格ゲーコミュニティ。ちょ。え？格ゲーコミュニティ確かに不思議だな。ひでえなんですよ、ね、足立さんのウッドマンみたいなやつと喋ると思わなかったな。ウッドマンみたいなやつなんだよどんな扱いだよどんな扱いだよ。あ、使うんだそれ。なかなかない。1ラウンド目ならありじゃない。あ、じゃあまあでも今普通にコンボすれば勝てたんじゃねえか。まあ俺コンボ安いことで有名だから。あ、そうなの、ね、よくマッドさんとか萩原に安い安い長寿研究してそうなイメージあるけど、いや俺は結構なんだろうね、最近トレもサボりがちな人だからね。昔に比べたらやっぱさあね、これこちらの配信リスナーさんからも質問を受け付けているという、ね、もう今終わったんですか。いや終わりました部屋番号、なんだっけ、高校の、運命の輪です。あ、10番運命の輪は10番。それは10番です。運命の輪の9番台。いや、の、あの部屋が、なんだっけ名前。運命の輪っていう部屋。やつかみ、んなんだっけ、学校の10番の運命の部屋の運命の輪の9番台です。Do you know? Do you know understand? Do you know understand? 運命の輪。輪、いや、ルームが80なんだっけ、神の、え80だよ。え、さっきそんなんでしませんでしたっけ。あ、その学校っす、学校っすよ、学校っす、ヤソガミって、ヤソガミやばいね、いっぱい質問来てる。事件多すぎでしょ、これ俺事件多すぎじゃね。荒くねキャラ替え事件の話。荒くねキャラ替え事件。あ、これもでもまた川越マグマックスになっちゃうから、ね、川越マグマックスの事件多いっすわ。事件、いや事件でしょ、さっきのでも中野で。あ、まあ一応なかなか、まあ、川越で爆笑したのは変わんないけどね。あの時なんかね、なんかえ、そうじゃない勝てるっしょみたいな、なんかオーラ出しといて、大会がいざ始まったらなんかそう、知り合いの荒くねに一瞬でやられたらなんかみんな爆笑してていや爆笑するほどそんな楽じゃねえからってなったんだけどいやさすがに結構きついよねってなったんだけどな。え、そのキャラ替え事件あるじゃん。あれキャラ替えはあれでしょ、ゴムに、ゴムっていう、また川越のゴムっていうね、川越独特の生き物がね。そう、川越のすげえ年若いんだけど、ひげ面のおっさんがいて。いや、あってでしょ。まあ、合ってるけど。いや、あれ、あの時20歳だよね。20歳ってないか。若かったね。18? でもあの時、なんか髪型も刈り上がってたからね。18ぐらいなのに、どう見ても見た目40のおっさんがいて。いやいや、それはちょっと持ち上げすぎだろ。30のおっさんがいて、30だよね。30だ。26? いや年齢は特にまあ言ってないけど、20いってないのに見た目30のおっさん。まあでも別にでもね、全然話してね、仲のいい友達だったんだけど、それもまあかなりもう話す仲だったんですけど、それがなんかブレイブルー新しく出て、そうみんなで同時にやり始めてね、みんなで同時にやり始めて、アラグナを使ってたんだよね、向こうがね。そう、俺はアラグナ使ってた。アラグナ使って、ああそれ使いだからアラグナ使ってんだみたいな。そうそうそう。でギルティでそのまあ、ソルエディでね、ゴムというヒゲ面のおっさんにそうエディ、そう全く負けなくてソルで20連勝ぐらいできたのに、あれ荒くねが戦ったら勝てないみたいになって、そう掃除がそのギルティで1回も負けてないヒゲ面のおっさんに、まあ、負けても20回に1回とか、ね、
それがなんか20連敗だっけ。いやそんなね、まあなんか勝てねえなみたいになってたのに10連敗ぐらいして、もうそれが事件すぎて顔覚えてますると、いつもバカにしたわけじゃないですけど、わけじゃないけど、なんかもうゲームについてはこう上から目線で言った掃除が、いやいやいや別に上から言ってねえから言ってねえよ。ヒゲヅラをそのヒゲヅラおっさんじゃん、ヒゲヅラおっさん、まあもっとあそこ合わせた方がいいみたいな。何立場逆転しちゃったって言ったのに、そのブレイブで荒くねえにこの10連敗してるっていうのがちょっと川越勢的に面白すぎて。いやいやいや、みんなもね戦えば苦しいよあのキャラは。その日祭りで終わったんですけど、川越勢的にはちょっと面白すぎてその祭りで終わったんですけど、次の日ゲーセンに行ったら、まあ掃除先生がまあ結構早い時間からやって、あれ早いねって言ったら、アラクネ使ってんすよね。いや練習に熱心なんだよ彼は。アラクネ使ってんすよこれって。かなり頑張ってるよ。危ない危ない危ない。川越の鳴尾がめちゃめちゃ羽織るからね。めちゃめちゃ。あれあれ掃除さん。キャラクターがくねくねしてますけど。まさか昨日の件が終わったたまりになったのではとか言って一生慌てて。いや未来を見据えたキャラ選択をね。いやでもそれからはマジね、最初はもう荒くねひどかったからね、手だ、まあ、どうやったら下に降りるんだろうってなったもん。グライダーしてたもんずっと上で遊んでて、それでね風の子にメールで聞いてどうやって降りるのって。そう、そっから俺聞いたっけ。俺は聞いた絶対に。俺覚えてくださいので、地元のそう富士見野のバイオンっていうゲーセンでずーっと練習してて、そうなんかパワーアップして帰ってきて、そう、そしたらランニングがなくなって、でリベンジマッチやったよね確かに。ああゴム師匠いやってかなんかね、徐々にね入ってこなくなって引退させた。なんか負けるの多分負けたくなくなったっぽくて、あっちがもう負けたら終わるから、最後確か倒したと思うけど、ちゃんと倒したってことで引退を決意させて、徐々にねなんか、まあ、ゴムさんのポジションを奪ってたのがある。そういう事件ですね。そういう事件でしたね。青声掃除荒くねキャラ外事件って呼ばれてますよこれは。事件多すぎやろ。事件しか起きてないから大丈夫なの。まあ、その時にはもう川越の軍団もなんか7人ぐらいだったんですよね。どんどんなんか増えてた、数が増えてきて、遠征するやつも増えてきて川越軍団で。何が言って別にそんなにブレイブル CT をみんなでガチで対戦してるわけでもないから、確かにみんなで笑ってるだけだから。じゃあ掃除君は結構数の子の知られざる部分を結構知ってるわけですよね。知られざる、うん、あ、まあ、知られざるってみんなのイメージ通りでしょこれ、まあ、そうで。お便り来てるんですけど、ゴロリン信者さん、皆さん配信ご苦労様です。昔井上さんは梅原さんに勝って、俺は神に勝ったからこれから神と呼べ。え、俺そんなの知らないんだけど、そんなこと言ってたのなど、かなりアレな発言をしていたそうですが、いた、え、本当にいた、それいたの話。その中で特にヤバい ことウッドマンに言ったわ。ウッドマンから広がっていくんだよ。大丈夫、これウッドマンのコメントだよ。ウッドマンに言ったわ。ウッドマンにやばいな。特になんかヤバいことを言ってたことがあったら、え、ウッドマンに言ったわ。俺は聞いたことなかった。ウッドマンに言って、え、神に勝ったからもう神。いや、ウッドマンが神ですか。いやいや、どうやら梅原神に勝ってるらしいじゃないですかって言われて、いやー、まあ俺、まあ、ぶっちゃけ俺神に勝ったってことは俺を神と呼んでもいいよね。完全にワンピースみたいな、俺が神だみたいな。大丈夫なの。ウッドマン爆笑してたわ。天狗になっていらっしゃる。それ漏らされてますけど大丈夫ですかこれ。あ、ウッドマン誰か喋ったかな。じゃあそこが多分天狗の絶頂期じゃん。確かに天狗の絶頂期だよ。確かに絶頂期でしょ。そんな発言初めて聞いたの。ウッドマンに言った気がする。俺が神田発言。事件だ、これ事件でしょ。怖いね、人は。あんな待機してよ。怖いね。リフシーズン出せね、ウッドマン。やっぱこうやってね、誰かに漏らすとすぐね、こうやって、なんかね、ネットから漏れてくるからね。怖い。夏いなぁ。まあでも今の数の子だったら普通に言いそうだよね。言わねえよ。言ったら怒られるんだから。言わねえよ。立場的に言わないだけじゃねえか。いないとこで。いや、いないとこでも言わない。またウッドマンに漏らそう。ウッドマンだったら言うわ。なんでだよ。いや、川越のやつはな、付き合い長いからな。川越のメンツ出てきすぎだな、マジ。面白いやつばっかだから。川越のメンツが一番最初のゲーセンの友達だと思うからな。確かに。多分そうだよ、ね。なんか、普通に珍しく地元でなんか、みんなでつるんでた気がする。もうゲーセンで集まるの、普通に、もう誰も何も言わずに。ゲーセンに集まって一緒に飯行くパターン多かったですからね。あー、確かにそういうのあったな。友達って感じ。
管理さんのお便り来てるの。ツイッターでお便り募集したらいっぱい来た。てかペルソナの話しね思ったんだけど、全く俺らペルソナの話しないけど、川越の話、川越の話になってくる。大丈夫なの？川越ペルソナの会社ね、今日川越の話じゃないね、今日全くね、ペルソナ、ちょっと、あ、じゃあそういうお便りありますよ。あ、来ました、来た。サクサクさん、カオサイズの総支配、カズノコさん、掃除さん、ペ、配信 お疲れ様です。ペって対戦中の意識についての質問です。例えば番長と戦い、ひたすら逆ギレこすられた後、次の試合で別人の番長と戦うと逆ギレを警戒しすぎてなかなか置き攻めに行けません。ウルフォーだとひたすら勝利打たれた竜とかと戦うと次の試合が非常に戦いにくくてたまりません。慣れなんだと思いますが、何か意識しておけばいいことはありますか？そこはでも1ラウンドで相手の動きを見抜くべきでしょ。よく結構強い人ってやっぱ1ラウンドでまず1ラウンド取られた後がやっぱ急にあれこの人誰みたいな動きになるから、マジでやっぱ1ラウンドでこの人はどういうタイプなんだみたいな分析が必要なんじゃないですかね。最悪でもやっぱでも強い人はそこら辺が早いですよね、切り替えが、判断が。俺結構ごめんなよ。え、誰誰のこと言ってる？言い過ぎだぞお前。ごめんなそんな自分から言わなくてもやっぱね、強い人はそこっすよね。だって大会だったらもうそのまま2ラウンド取られたら終わっちゃうからね。確かに、そう、まあ俺もそんな速くないタイプだから俺も結構負けるけど、まあ詰めてるよね。なるべくノジェでやって癖は掴んで、今回もね、シッキーとやった時ノジェの成績やばいからね、10回に1回しか勝って、10回に1回だけ勝ってんの。ああそう、ああ大会で当たった？当たった。2回、いやもう2回発表されてて2回戦で当たるってなって、ああこれやばいっていう。番長しかも関東にいないからずっと番長にシッキーがそう来て、あーずーっとやって10段ぐらいまで落ちてずーっとやって、そうなんとかだって勝たないと、だってどうせ上がってくるからさ、まあ、絶対上がってくるよね。 そんな強くて2回戦だったら、そう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 、一生懸命ね、癖読みでなんとか、まあ、相手もちょっと湿気大会はま強くないから、ちょっとああそうだ、まあそこもあって勝てちゃったんだけど、マジやばかったなあれ。あれしかも一発勝負多いからな。でも決勝2回だったんだよね。あ、嘘、そう2回勝った方だ、びっくりしたんだけど。ああまあまあまあ、でもそれはあるっちゃあるな。あれやばいよな。対応だけでも試合数増えるとかあるよね、結構。そうだね。てかにペルソナはまあなんか倒すの早いじゃん、結構逆切れ押すか押さないかだから。か、結構俺だってなんかあれでもなんか動画とか見ててトイレ行って帰ってきたらもう試合終わってたもん。いやなんか2ラウンド終わってた、2ラウンド終わってた。いや終わる。前に比べたらでも時間かかるよね。いやどうだろうな、前の方が早かったよ、置き止めするし。いや終わった、まあ、確かに番長のモップとか ね確かにそう考えると、そう考えると、いやでも今回でもちょっと待って、シャドウいるからもっと早いよ。だって開幕ナオトの射撃が当たったら2秒でいきなり死ぬ可能性ある。バンバンマジで暴走されてる。いやさすがにじゃない。俺この間電波さんとやってなんか合計7秒で死んだけど、1ラウンド。だって1回暴走して運命カウントなくなって、なんかわらでゲージゼロじゃない。いや暴走だからまだいっぱい余ってるゲージが、で出来上がりわらでめくられて当たった、あ死んだっつって。ああそのあれか、残すのか。1ラウンド7秒で死んだからね。へえ、だって2秒で決着ついたからね、一回暴走されて一回バババババってもう死ぬの俺みたいな。いや、コパンだったらもう運命ゲージゼロ。いやー多分ルートによると思う。さすがに刻んだらそんなにはって感じだろうけど、って感じはする。まあそう、シャドウナオトはねレア、あの電波さん以外はもうそんなに使ってるのいなくて、まあ熱帯は結構いるだろうけど、熱帯そう、とはもうアドリブだね。ここら辺はねまだアドリブぬるいんですけどね、トレもしてないから。最近トレもサボってるかなこの人、昔に比べたら。アラケンの時はやばかったな、1日にマジ何時間やってたか分かんない。決勝のマットさんとはあれ意見の交換とかしたんじゃん。意見ってかのじゃやってた、うん、前熱帯で負け越したね。なんか情報交換とかしてんじゃん。情報交換も常時、もうなんかお互いなんか連携ねえっつって、ああなんかまあお互い言って、あーこれあるよこれあるよっつって、情報交換する文化はあんまねえな。まあでもマトさんのしかも配信に行けばマトさん答えてくれるから、あーマトさん最悪マトさんの配信って聞けば全然そう情報はくれますよ。これはモジャコンだね。モジャコンモジャが開発したモジャコン。とりあえずこれは基本コンボだからこれはできないとクマはちょっと勝つのは難しくなる。意外してるから、おお途中からガフじゃないか。負けませんね、気づいたら。いや11連勝ですか。じゃあ天の声、天の声、次のお便りを。
天の声、はい、天の声。筋肉たまごまんさん、大丈夫そんなこと、掃除さん、かずのこさん、ペコスさん、ソーシャンケイスケ、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく見ています。アークゲーでたびたびお名前を拝見する強豪プレイヤー掃除さんがゲストということで、本日を楽しみに待っていました。今いらっしゃられる方は何らかの格ゲーでトップである方々ですが、そんな強豪プレイヤー方の格ゲー始めたての頃の苦悩や、うん、何か思い出深いエピソードなどあれば教えてほしいです。思い出深い、格ゲー歴も合わせて教えていただければ。格ゲー歴でも数の子はまあそんな長くないよね。いや長いだろう。でも何からやったっけ俺だって。もう家庭用のスーパーファミコンのソースターボからで。それ格ゲー歴で入る入るし、真面目に。でもゲーセンに結構行き始めたのは小4号ぐらいからかな。小4号なの。でも別にそんなどっかに電車で行くとかなかった。電車で行き始めたのは超遅い。確かに地元を出たのはすごい俺遅い。でもゲーセンは行ってた。まあでも真面目にやってた子流行り始めたからじゃない。真面目にやってたのってどこを言うの。真面目にっていう遠征し始めてから境界線が難しいよね。大会で勝ちたいから、勝ちたいのを狙うってこと。そう、それじゃない。それってでも結構遅いの俺。そうだ、7年とかに、うん、俺も結構地元出なかったからな、ずっと7年ぐらいかな。あ、川越勢ってさ、都内行き始めたのってさ、でも俺がきっかけだよね。そうだね、俺もあんま行ってもイケギだったね。みんな都内行かなくて、お、まあ、デブショーばっかだったからね。俺がもうゲームやりたすぎて都内行きだしてから、あ、俺も行こうかなみたいな感じでみんな、まあ、釣られてドロドロついてきてウッドマンも、あ、でもウッドマン元から結構いろんなとこ行ってたから、あいつはウッドマン何。いや、ウッドマンマジ6月のウッドマンの画像出してくださいよ。まあ、そっくりだな。そっくりだからね。どっか置いとこう。画像で。しかもこの、ちょっと、あ、どうだろう。体型がね、ウッドマン。体型ウッドマンですよね。どうだろう。あ、まあ、これ。掃除さんはじゃあその大会とかで一番最初、一番初めに取ったタイトルとかってなんか。ブルレボじゃないですか。あ、ブルレボか。あ、それまで それまで俺でかい大会勝ったことないから。大体なんか、まあ、大会どうだろうな、あんまり動ける方じゃないけど、まあ、ブルレボはなんかちょっとトーナメント運も良くて、まあなんかポンポンポンも勝っちゃいましたね。そっくり、体型がそっくりなんだよな。え、どれ？そっち？そう、こんなやつが顔にいたんですよ。こんなやつが顔に、川越え。それ顔ですか？体型ですか？髪型？体型です、体型。体型。で雰囲気も、うん、リアルにウッドマンっていうのいたらこんな感じなんだろう、ね、あ、これ絶対後から怒られるんだろうな。後から怒られる。嫌な予感しかしないんだけど大丈夫なのこれ。あいつ配信見てねえから。いやー、なんかさ、いや、あいつ多分 今でも味方できるってやってるから。確かに多分大丈夫で、しかもなんかそのもうちょっとあだ名があって、カブトムシのメスってあだ名。え、何それ。カブメスってあとで、あー、なんかあったカブトムシのメスっていうのね。名前が多すぎて、そう、名前が多すぎてもうやばいんだよね。だってウッドマンも本当は最初あいつコロコロ名前変えるじゃん。で最初はウッディって言ってたの。でなんか俺ウッディ、え、何ウッディって、なんでウッディなんだよくわかんないけど、ウッドマンでよくねえぞ俺は。ウッドマンウッドマンしたらみんなウッドマンしか言わなかった。そしたらなんか本人に怒られたもん。お前がウッドマンしか言わないからウッドマンになっちゃうじゃん。ちょっと綺麗っすよね。そう、綺麗っすよね。なんかでも何がやばいって、慣れたのが、あ、ウッドマン、あ、ウッドマンじゃんって言うと、あ、何とか言って、普通に反応しやしたから。そうやばいよね、あれ。最初ウッドマンって言うのやめようよって。そう、なんかちょっとは、なんかね、半切れね、キレてたんだけど、なんか慣れたらね、あ、何とか言って。それウッドマンって言われて嬉しい人いないわな。しまいに、だってなんかツイッターのなんて全てのところでウッドマン、自分から言ってた。自分からウッドマン名乗り出して。じゃで、ウッドマン自身はこれ知らないからね、このロックマンね、このキャラのこと。え、知ってるでしょ。いや知らないでしょ。なんか知らないでおいてなかった、あいつ。なんか俺の記憶によれば、え、何それみたいな。結構あいつもそんな年取ってないから、多分やってないんじゃないかな、ロックマン2は。でも、検索して切れたまでありますか。俺か、確かにこんなんだったら嫌だよな。一応知らないんだけど。これやばいな、ちょっと。顔やね、面白いやつがいっぱいいるんです。だから言ってあげてください、マジ。まあ、機会あれば。ね、しかも5セットぐらいあるんで。川越のナルオと遭遇したらやばいね、相当。川越のナルオ今いるのかな、あんま、まあ、曜日選べばいそうだけど、いたら相当面白い。すげえ面白いやつなんだよな、マジ。あ、そう、こんな感じ、こっちの方がいけるかもしれない。これおかしいですよ。こっちの方がいける。
自由だな。あれカブトムシのメスって呼ばれたんですよ。カブメスって呼ばれて、名前が多すぎてもう覚えきれないよ。だってなんか一時期はだって自分が埼玉のゴミとか言い出したもんね。サイゴミとか言い出したもん、ね、略し始めたもんな。じゃあカブトムシのメス検索しようね。カブトムシのメス、カブトムシのメス、カブメスだろ。なんかゲーム座ってゲームやってる時の姿にカブトムシのメスそっくりやっちゃうんですよ。これもうやばい、ペルソナの回じゃなくて川越の回になってる。やばいぞこれ。どっかでやりましょうね、この流れ。どっかでやりましょう。なんかカブトムシの音と違ってカブトムシの画像出てきたけど大丈夫だ。やばいだろ。あ、これじゃね、こっちか。座ってるやつねえのかな、座ってるやつ。いや、これだわ。これお願いしますわ、これ。いや、これ座ってるんですよ、座ってる感じが。ゲームやってる姿がね、そっくりです。ゲーム座ってる時こんな感じなんですよ、後ろ姿。あ、まあ、後ろ姿やばい、面白いやつだ。あ、まあ、後ろ姿、カブトムシのメスに系とか言って、川越の鳴尾が大体なんかやだあだ名つけるんですけど、うわ、こいつカブトムシのメスに系とか言って、カブメスじゃねとか言って、あ、ガス消えた、ガス消えてらっしゃる、違えたで。あ、でもウッドマンが座ってるんだから自然的そういう感じになるよな。そうなりますよね。だって。カブメスとか。カブメスはでも最後まで定着しなかったな。なんかそんなになんかピンとこないんじゃない、やっぱウッドマンだよね、やっぱ一番なんかハマったのは。ウッドマン相当ハマってた。あれやばい。今もね、リングでも書いてるんですけど、今のリングでも言っちゃうと、ちょっとマジ本人怒られそうだから。死んじゃう、死んじゃう。なんだこの配信。大丈夫なんすか、俺。こいつは川越のゲーセンにいるから、ちょっと要注意とかって。あんまこんな画像出すことない。いや、今川越にないで、帝にしかいないんで。帝しかいないか。帝でね、ちょっと、まあ、それっぽいのがいたら、注目で。それっぽいじゃないですか。マジ怒られちゃってな。あいつ切れるからな、割と。これやばいな、俺ら、ちょっと命あるかな。殺されるかもしれない。割と降って低いからな、あいつ。大丈夫かな。てか普通に考えて怒るでしょ。いや怒る。怒られるのがおかしくねえか。俺だったら怒るわ。でしょ。一回飯奢ってやった方がいいな。確かに。焼肉とか。二人で一回怒ろう。二人焼肉一回怒ろう。カズモさんあだ名とかなかったんですか。いやなんか、いやあだ名ないかな。大体その川越のナルオが全部あだ名つけるんですけど。確かに。なんかあったかな。まあそういうこと先生とみたいな。んそういうこと先生って言うんだよ。誰がなるあ、なるおじゃねえや。先生なるおじゃねえ。先生掃除先生、あれあいつボコってよーとか言って、それなんか完全にジャイアントスネ夫じゃねえ。あいつボコって俺ボコられたんだけどとか言って、確かに完全にジャイアントスネ夫の構図じゃねえか。なんかあだ名つけすぎだからな。確かにもうなんか5秒後にあだ名ついてるよな。5秒後にあだ名ついてる、知らない人に。はい、だから大丈夫、これちょっとペルソナの回じゃないよ。確かにペルソナしよう。 P4U2 ちょっと宣伝していかないと思う。面白いゲームだからもっとねみんなやってもらわないと。宣伝してもらう。確かに、どうすかね、川越の宣伝になってるもんな。確かに川越の宣伝してる。川越のゲーセンの宣伝になってるな。やばいぞ。店長喜ぶな。でもうずらさんお喜び。うずらさんお喜びだ。次のお便りいきますか。じゃペルソナのお便りしてもらっていいですか。あれでもペルソナのお便りだった気がするの。さっき なんだっけ話。格ゲー始めたての頃の苦悩だ。始めたての苦悩。苦悩は、え、苦悩なんかあったかな。苦悩っていうより、でも特に悩まなかったよ。特に楽しくやってたよ。何も考えて楽しくやってただけ。楽しいなっつって。逆に苦悩するのは逆にあれじゃないの、勝ちたいと思った時じゃないの。もっと勝ちてえなみたいな。地元、最初でも地元の人からじゃない、地元の強いやつに勝ちてえなみたいな。確かに。やっぱでも最初勝てないよね。まあ最初勝てない、勝てない、勝てない。やっぱ教えてくれる人にはきついもんね。だって昔とかだってずっと5人いるしかないの。今は結構そう、インターネットないからね。もっと今より環境悪いしね。でもその代わり人が多かったね。もっと、あ、そう、人は多かった。もっともっと、そう、もうだってギルティギアとか常時ね。だってギルティランバトとかもう何十人、もう常時50人は絶対いたよね。いたね。そう、俺も前大体ゲームやったら毎回20連勝とかしたからね。そうそう、人が多かった、乱入が多かったからね。その分ゲームが、まあ、格闘ゲーム全盛期だったのかな。さらに確かに熱帯もないし、あの時なんだろうな。苦悩ないでしょ。だって常時勝ってるじゃん。っていや俺でも最初川越行く前のゲーセン常連だった時は四季のゲーセン常連だった時はその時も
最初からすげえ勝ってて、そのゲーセンで一番強いとか言われてたんですけど、最強じゃん。格ゲーマジ簡単だなとか思ってたんですけど、一回なんか遠征が来て、あそこにですか、遠征、そう、そのゲーセンに、なんか奇妙っすよね、そんなあんま流行ってないゲーセンに確かに来て、でそのなんかディディ使いだったんですけど、こいつ20連敗ぐらいしてたんですよ。は俺最強じゃねえのみたいな、この俺がって感じですか、この俺様がみたいな感じだったんですけど、そいつ、その人と20連敗したらへんから結構でも、なんだ、苦悩追加されましたからね。こっから遠征するようになったかな。カオエも最初遠征のつもりで行ってて、あー、割りかし近いところなんですか。割りかし近いし、池袋に比べると近くて、駅が。なんだろうな、気づいたら苦悩なくなってたの。なんで苦悩なくなったの。最初はまあ楽しくてやってますからね。確かに苦悩、最初だと苦悩までいかないでしょ、まず楽しいなで終わんないと。苦悩になることがないです。苦悩になるのってやっぱ大会で優勝したいとかだったら、そうそうそう、ある程度行ってからだと思うから。苦悩、まあ、攻撃予選なかなか通過できなくて苦悩したっていうのはあったかな。あー、それはあったな、確かに。で、初めてその、なんだろう、人にアドバイス求めるってありましたよ。自分より明らかに強い人に、どうして俺勝てないんだろうみたいなのを聞いて克服したとかあります。はいはいはい、もうなんか教えてくれる人いた方がいい話だな。で、ちなみにペコさん、いや俺なんだろうな、いや俺あれなんですよ、まあ、ゲーム自体は毎回なんかいろんなゲーム楽しくやるんですけど、はい、そのいざそのゲームをちょっと真面目にやろうってなった時にキャラ選びがいつも定まんなくて、最初、あ、はいはいはい、いつも時間かかるんですよ、はいはいはい、とりあえずそのゲームのいるキャラを一通り触ってみて自分に合うキャラをずっと探しててっていうので結構悩んだりはしますね、キャラ選びは。でもキャラ選んでも、そう、自分の肌に合わなかったり、やっぱり違うキャラにしてみようってすぐ目移りしちゃうんで。メインキャラ決めたらでもすぐ勝てるようになります。いや、どうすかね。結局なんかでもね、なんか人に聞くのが正解なのかなと思っちゃう。まあ、人に聞きつつっていう時もあるし、なかなかあっさり決まることはないですね。この相手の人強いんじゃないかな。これね、亀天だよこれ。亀天さんか。亀天はアークレボ出場してるからね。え、亀天さん。これ亀天だよ。こんなやってんの。亀天さんギリティでチップ使ったのぐらいしかやってない。仮面天使じゃないですかこれ。多分そうだよこれ。俺は負けたくない。あ、仮面天使。惜しい。アークレボ出てる人か。1回戦でミントさんにやられた人ですね。ほらあ、すげえ格ゲー長いことやってんだこの人。おい、ちょちょちょ、まさか 2B だとは無理。格ゲー俺がギルって始める前からやってた気がするなこの人。すごいね今の人ね。ダメだぞ俺は無理しねえぜ。あ、ちょっとやめて無理の握りね。あ、繋がんねえのかい。早すぎたね、大丈夫か。早いよ、早すぎる。あ、いや、あー、一個だけ。う、お、暴れてるの早いね。あ、やばい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 、まだ死なないけど暴れてる。時間ないじゃん。確かにこれ時間止める方法ないもんね。いや、ある。ロック技当てれば。あー、ロック技か。ロック技ね。最後ちょっと鮭ワンモアして様子見たのが良くなかったね。確かに暴れ。あれよく、いや、あれ大体なんか見てから逆ギレ読みでやりすぎて。ああ、見てから逆ギレ読みか。逆ギレガードできるから、ガードして最速 A やろしたら別に相手がそのままガードして最速 A で俺が死んだ、終わりみたいな。深い読み合いがあったんですね。じゃあ総司さん、格ゲーの苦悩。苦悩、苦悩、苦悩お願いします。勝てない、勝てない時でしょ。勝てない、いや勝てない。これ苦悩の解決の仕方聞いてるんですか。苦悩ってどこだろうね。まあどういう部分で悩んだかとかじゃないですか。あ、どういう部分なのか。キャラ替えじゃね。キャラ替えでしょ。選択キャラ替えか。どうだろうな。うおい、これやばくない。めっちゃすげえ嬉しいんだけど。クマかわいいな。これちょっとシャメ取った方がいいんじゃない。これ友達
も名前に表示消した方がね、多分。あ、確かに。美しいよ。消した方が美しい。え、これ消せんの名前。どうやって消すんだっけ。なんか消せましたよね。メニュー。ロビーメニュー、スタート。え、どっかで消せんの。スタート。あ、プレイヤー名、プレイヤー名の表示。これ。え、上、そうです。はいはい。おー、出た出た。やばいぞ、寝てるぞ。寝てるやついんぞ。クマ多すぎだろ、これ。あ、待って、コロマロも間にいるのか。これやばいな。しかも綺麗だし、なんか、ひし形で。熊、まあ、まあ、使いに微妙になんか犬も混じってるけど、これも熊使いなのかな。まあ、なんていうか、バカ軍団ですね。やばいな、これ。ちゃんと綺麗に並んでんだな、あれ。ちゃんと萩原もいるのが面白いね。知り合いもいますね。で、これ亀天ですね、左にいるの。他はそうですね、身内は多分いないかな。さあ、評価してて。あ、次の試合。はい、先生。さんも、貝沼さんもいるじゃん。キャンソリーさんも出勤いったやばいな。ありがとうって言ってもらえないと。何がありがとうか分かんない。一人入れない。やばいな、これ。一人あの綺麗な並びに入れない。かわいそうになってる。萩原か。あの、水色っすか。水色が確か晴れてる。水色、萩原がちょっと、あと5人ぐらいないと晴れてる。あぶれてるな。やばいな、これ。順平待ってるよ、だって。待ってるから。みんなでも映りたいのかなと思って。いや、てか、どれぐらい並んでるんだろう。結構並んでるよ。クノン、クノン、質問。格ゲのクノン。クノンないでしょ。勝ってるじゃん。いやいや、あったあったあった。なんかあったっけ。でもさっき喋ってたからね。俺のクノン、クノン。やっぱゴムさんにインドを渡されたことじゃないの。やっぱ確かに、やっぱゲーム違うとやっぱ負ける。そう、ゲーム違うとやっぱね、そう、今までなんか勝ってた動きとか関係ないじゃん。まあ、新しい、まあ、そのゲームのシステムとかで勝たなきゃいけないしね。そうなるとやっぱね、新しいゲーム始めた時はまあ苦悩あるんじゃないかな。ああ、まあ確かに、うん、そこら辺は。いや、あんなに悩んでる掃除さんみたいな感じ。いや、悩んでない。早かったよ、俺キャラ替えするの。早かったよ、 1日だったじゃん。結構早かったと思うよ、最速だったよ多分。いや、さすがにこれちょっと虫にガークラきついなってなって。いや、結構連敗してたらへんで、森さんもね、なんか心配そうな顔したもん。森さんじゃあかんねえな。俺らの監督森さんが、森さんって言うと森プロデューサーの方になっちゃうけど、それじゃなくて川越の森さんがいるからね。確かに。森さん何つったらいいんだろう。なんか見た目は、年は18ぐらいなんですけど、また見た目が、また子供2人ぐらい産んでそうな顔した。結局おっさんなんだ。おっさんがいるんですけど。失礼な。次の歌いきましょうかね。苦悩系シリーズはちょっと見ましょう。じゃあ、これかな。ペンネーム、メティス参戦希望さん。カオ TV の皆さん、そしてゲストの掃除さん、こんばんは。僕の周りのペルソナ勢は、今強いプレイヤーの話題になると必ず最後にはユメさんが最強という結論になります。僕は P4U2 から始めたので、ユメさんの活躍を知らないのですが、掃除さんから見てどれほどだったのでしょうか。え、ユメさんは最強。最強。なんだろうな、もううまいんだよな、マジで。うまい系だよ。いや、でそれは風の子も分かってるでしょ。僕もその人にいろいろ聞いたんですよね、格上で聞いてもらった時。なんせ神ちゃんの師匠だからね。ああ、いや、結構いろんな人の師匠ですよ、多分。もう、じゃあ配信にはあんま出てこないけど。配信は出たがんないですね、あの人。レジェンド中のレジェンドみたいな感じで。いや、知る人ぞ知る神プレイヤーって感じですよ、なかなかいないよな、そういう人。いやー、ゆめさんはマジね、もう、すごいと思う。完全に。なんて言えばいいかな。うまい。ゲームがうまいのかな。ゲームがうまいんだね。うまくなるとか、なんか発見するのも早いしね。番長、まあでも、まあでもどうだな。まあ、うまいっす。うまいっす。うまいっす。とりあえず、ゆめさん最強っす。なんかあの、ギルティで、ザッパーが一番強い人いたっていう昔、レジェンドプレイヤーで。イモさんっていう。はいはいはい。あの人もなんか師匠みたいな感じ。すごいね。あ、そうなの。何でも師匠じゃん。教えてもらってるみたいな。師匠多すぎるの。俺もかなり教えてもらったんだよ。俺からしても師匠的な存在じゃないですか。今は P4U2 はやってんのかな。ちょっとやってるぐらい。ゆめさん、まあ、程よく。程よく。
でも強い、昔ほどガチでやってないけど、やるゲーム、新しいゲームやり始めると必ずぶっちぎりで一番じゃないですか、強さが。もう一回チトフォーも最初の頃リュウとかやってたの、あ、リュウで一番最初のマスターって言うの、おー、その3より先にマスターになったのかみたいな、やっぱうまいさ、うめんなイモウォーク、なんかあったよね、ゲージ貯めるみたいな、あ、イモウォークのイモかな、またこれその続きなんかあんだけど、キットカットを配ってる人、キットカットを配ってる人か、これまあシュートさんじゃないですか、キットカットを配る人は、お箸を配るなんか、はい、プレイヤーがいて、ほうほうほう、アークゲーのトッププレイヤーで、なんでキットカットを配ってるんですか、なんで配ってるんですか、なんで配ってんだろう、なんだろうね、理由聞いたことねえよ、理由聞いたことねえよなんだろう、知り合いにとりあえずなんかあげたいんじゃないの、知り合いじゃない人にも配ってるよね、でもそれで全然輪が広がるからよくない、あ、ありがとうございますみたいな感じで全然、まあまあ、でもなんで配ってるんだろうね、それが好きなんじゃない、配るのが、キットカットを現地で配ってる人がいるんですか、いますよ、ゲーセンでたまにも、あのなんかカントリーマームとかもらうよね、あ、もらうもらうそんな人いるの、いますいます、どこの辺のゲーセンに出没するの、今はゲーセン多分いないんじゃないですかね、最近ちょっと多分結婚して多分家でペルソナやってますね、今、前は渋谷にいたはずですね、渋谷のゲーセンに、このお便りの人ももらったらしいですよ、あ、まあもらうでしょうね、その場に、マジっすかその場にいたらもらうでしょうね、ゲーセンのその場にいたらやばいな、誰にでもあげてんだなそんな人いるんだ、おばちゃんみたいな人確かに大阪のおばちゃんみたいなはい、アメちゃんみたいないや、あれ謎だよな、俺も最初もらった時、あ、どうしたんだろうと思って確かに、誰だこれとか、知り合いならいいけど、知らない人からいけないお菓子もあったらちょっと怖いよ怖いですよねこいつ何者だとか言ってやべえな、まあ、面白いやつ、面白い人多いっすよ、なるほど、悪ゲーに、悪ゲー多いっすね、面白い人、なんか人口が多いのもあんのかな、人口が多いからそういう人もいる割合も高いのかな、まあ、個性、面々、なんかいっぱいいろんな人いるよね、まあいろんな人いるね、格ゲーは出て長いけど、だから悪ゲーは後から追加されて、うん、悪ゲーで新しく格ゲー始めた人とかはやっぱ面白いじゃないですか、全然さ、格ゲーあんま行かない人が行ったしてると思うんです、それは初めて聞いたな、キットカット、まあ、キットカットは人おかしかったらどこだったら、うん、なんだっけね、いろいろ変わってんじゃん、ですか、はい、じゃあ簡単なところで、はい、ペンネームベリーさん、そうじさんの好きなペルソナの曲を教えて、だそうです、お、僕か、誰だろうな、あのブレイブルーンのがね、アラクネライチなんですけど、ああ、完全にあれ一択なんですけど、ペルソナでもまだ把握はしてないな、でも全体的にペルソナ結構曲良くないですか、俺結構全部好きなんですけど、そうペルソナ、そう、全然俺ゲーム RPG やったことなかったんだけど、まあゲーセンでね、から触り始めた口なんで、曲名とあれじゃない、曲が一致してないんじゃない、あ、あ、あ、それはあるね、いや、今ね、これ、ね、完全にリセチにやられかけてますよ、言葉だけだね、ペルソナ全部全部全部です、ブレイブルーだな、マジアラクネライチ一択なんだけど、あれは常時聞きながら俺はずっと取れましたけどな、何の曲だったかな、その時はまだ大ちゃんブレイブルーやってたからな、懐かしいね、大ちゃんライチとかだ、誰も知らないでしょ多分、いや知らないのかな、いや大ちゃんがだってブレイブルーやってるの意外とみんな知らないんだよね、そうか、いやー結構やっぱなんかね、今のギルティやりに味方とか行くとマジ知らない人、なんか俺も全然覚えてないっていうか、もう顔わかんない人いっぱいいたわ、何勢だろう、もう俺ら老害なんだよ、老害かもな、うん、そういうことか、待ってきた、行っちゃった、神ちゃったよ、ええか、読めないお便りもあるよ、
P4U 関連のお便りはちょっと尽きちゃったかな。ペルソナに進もう。ゴンカネ。ペルソナゴンカネ。じゃあペルソナじゃないですけど。あ、かわいい。聞きましょうか、これ。あ、クマかわいい。待て。はい。さすがにペルソナの話をした方がいいと思う。ペルソナ分が足りねえと思う、俺は思ったから。間に挟んでいく感じで。あ、そういう感じする、うん、ペンネームデオドラントさん。カズノコさん、ペコスさん、掃除さん、天の声、こんばんは。こんばんは。今回ゲストの掃除さんに質問です。昔から知っているカズノコさんがここ数年で多くのファンを獲得し、カジュという愛称までついたことについて どのような気持ちで見ていますか。ああ、そうです、聞きたいです、ね、どのような気持ち。カジュニーですか。カジュニー、そうです、そうです。何ですかね、カジュニーって何なんだろう ね誰がつけたんですか。誰がつけた。気がついたらそうなんですよ、ね、気がついたらカジュニー。いやでもね、出だし多分孫さんなんですよ、ね、孫なの。カジュって言ったの。孫さんが酔っ払ってる時に、うん、酔っ払うとすごいじゃないですか、あの人。やばいね、あいつ。やばいですよ、うん、誰かれ構わず誰かれ構わずこうスキンシップを図ってるんですけど、うん、あの時にね、なんかそんな感じで呼んでて、はいはい、それが浸透したの。浸透したのかな。いや、どっかでそれもんだわ。カジュニー、ちょっと気持ち悪いなったんだけど酔っ払うところでやべえなとか言ってそんな孫さんな気がすんな。あれ言い始めたら孫さんだった気がすんな。そっからみんなが一般層にまで広まったの。そうそう、でも配信では言わないっしょ、最初。いや、だから誰かその場で聞いてるやつが言ったとかあるじゃないですか。ないかな、コメントで。怖いな。だって出だし不明じゃないですか。それ以外、それだったと思って。覚えてねえな。でもそれどっから広まったの。いや、だからその場にいたやつがなんか喋ってね。どんな話。徐々に徐々に。違うかな。まあ、でもさっきのウッドマンの神話が広まるぐらいだから。広まってもおかしくないじゃないですか。いや、ネキさんからあった気がするな。先に孫さんがドストライクのこと言ってた気がするもん。カズニー、カズニーはアルカナの時。あ、アルカナンとした誰が言ったの。いや、コメントです、コメント。カズニー、カズニーって言ってるじゃないですか。あの、女の子が絵描いてるキャラクターの、絵描いてるキャラクターの、その、絵のやつの名前があれがカズニーって言うの。カズニー、カズニー、カズニーさんの名前。それじゃなかったかな、シャコトン。確かに、いや、俺たぶん孫さんだった気がすんなぁ孫さんから聞いたもんな、俺最初にそれ聞いたの。孫さんが発祥じゃなかったとしても、俺が一番最初に聞いたのが孫さんだったから、うん、そったかな。あの、ゲストでエリカちゃんが来た時に、はい、カズニーって言ったのは、もうその時にすでに流行ってたよね。流行ってましたね、うん。まあ、どうでもいいか。それを言っちゃおしまいだよ。じゃあ、ペルソナ話していいかな。ペルソナ話しよう。ペルソナ話、さあ、手の声。出番だよ。手の声。出番だよ。俺もお便りだな、ね、もう。どうぞ。疑問のことは答えない、疑問のことは。おじさんの名前の由来？え、名前の由来？え、まあ、言わなかったっけ？あれ言ったっけ？あ、お前俺知ってるけど。ソル使いでね。本名がね。本名言っていいのこれ？まあ、別に本人が気にならないっていう。本名ユージだから。ね。ユージだから。本名がついに。そう、頭のソルのソを取れば、ソとユージを合体すれば、ソージですよ。これでもあの地元のねゲーム入魂の店長がつけてくれた。ああ、そう名前すごい気に入ってて。あ、そう、店長考えたのか。あの店長考えたの。戦国志、ああ、じゃあ今本名じゃダメだ。そうだね、ゲーム元自分が通ってたゲームセンターの店長がつけてくれた名前ですよ。いや、あのひげ面のおっちゃんじゃん。おっさんそうだよ、ひげ面のおっちゃんだよね。おっちゃん。あれ、あの人考えたの。そうだよ、あ、ひげ面のおっちゃん考えたのか。いいな、いい名前つけてもらったな。ちゃんといい名前ですよ、これ。ソウジっていう本名かと思ってた、俺。いや、ソウジも確かにあっても全然、でも人前に呼ばれても全然恥ずかしくないし、うん、そうですよね。そう、全然あるし。名前の由来聞いて、うわ、それかよ。本部の店長考えたのか。そうだね。
数の子気に入ってるけどな。数の子の名前の由来ってまだ言ってなかった。いやいや、もう相当しかも何回も言ってもそれ何回も言った何回も言った。なんかあのそんなもう超あのどうでもいい理由だからって言って教えてくれなかったよ。いやいや、もう3回ぐらい言ってますそれ。俺も聞いたことない。聞いたことないのよ。あっちで3回ぐらい言ってる。え、知ってるリスナーもいいのじゃん。いや絶対いる。俺知らないんだけど。あ、まあ、そっちなの俺。数の、え、あれ、え、名前をかぶってたから書いただけじゃないの。名前かぶってて、なんか井上さんとかぶっちゃってたから、だって別に川越勢からしたら井上だからね。あ、まあそうそう。え、数の子って誰みたいな感じになるからね。で、別に大会出るつもりもなかったから、うん、だから別に名前適当でいいじゃん、じゃあと思って。別に大会出るわけでもいいし、その方のと思って。ギルティしか大会出ないから、いいわいいわ、つって。数の子でいいんじゃない？どっかその数の子はどっからそうどっから出てきたのかだって。いやいや、数の子でいいんじゃねっていう、その数の子寿司の出前のチラシがあって、うん、数の子でいいんじゃねっそっから名前取らんだろう。そうでしょ、絶対外出にしとか言って、うん、やったら、まあ、頭おかしいんじゃないの。いやチラシがあって別に大会も出てどうでもいいやつだったら楽しいだろ。どうでもいいわっつってそしたら、うん、もう大会出るようになっちゃって呼び出しちゃったんですよ。まあ、そのチラシの中で数の子いやだ数の子があったからですよ。目に入ったのがそれだったから、うん、それで登録したでかでかと。それで登録したぞ。なるほど。どうしようかなーって登録し、うん、たら数字の出前にチラシがあって数の子あったから数の子ってどんだけこだわりないの。こだわりないじゃん。井上って名前にやるつもりまんまでしたそう。だから大会出るときに名前変えようかなと思ったんですけど、はいはい、カードの名前と出てるのに、うん、大会出る名前違うと思う。キモくねえかと思って。キモいキモくないの問題じゃないよ。何それと思って。そのカードの名前何なのってないから、いや、このまま出るかって言ってた。思った以上に定着しちゃったからね、これ。じゃあ、ストフォンの時つけて、うん、AE の時はカード引き継ぎし成功しちゃって、そのまま行ったの。なるほど。引き継ぎ成功しちゃうと、そのまますぐ名前出るから。あ、めんどくせえからこのままやるから。これでいいかっつって。別に一緒、大会出れんしとかやってやったら。俺勝てる勝てる、うん、勝てると攻撃出れるぞとか言って出ちゃったってこと。70かね。やばかったね。なんか違う名前だったら、なんかもう違う目についたのがイクラとかさ。イクラ中トロとか中トロユンとかなんだよね。ランキング1位中トロとかいや、まあそうなってもおかしなかったってことですよ、ね、中トロ梅原孫ったら中トロ梅原孫おい誰だ1位の中トロってやつよ。全然美味しそうじゃねえかってそうだよなー。カズノコ出方じゃない中トロは良くないよ。中トロカズノコ、まあ、なんか今考えるとカズノコで良かったね。確かに良かった。人前で呼ばれても微妙じゃない。人前で呼ばれても微妙。え、微妙。え、カズノコみたいな相当微妙。もうコンビニでなんかその買うじゃん。チェーン店の寿司屋とかと乗り回って買った時に知り合いがなんか10円なかったらしいよ、財布に。10円がなくて店員さんそこでもういるのに俺にでかい声で数の子10円貸してくれとか言って10円足りねえとか言ってお前マジ殺すぞって俺マジぶっ殺すぞ。数の子ってだって絶対だって親つけない名前じゃん。いや、つけない。いないじゃない。数の子さんなんて聞いたことないけど。マジきちんだろ。あ、数の子10円ない、10円とか言ってお前バッカお前ってバッカお前よく来るコンビニなのにバッカお前とか言って次からお前このコンビニ行くときあ、数の子入ってきたいや、それあるあるなんだよな。超辛いよ。電車の中とかもありますよね、だっていや、ペコスさんまでいいじゃん、結局ね。あだ名っぽいですよね、ペコスさんまで。数の子はきついですよ。あだ名っぽいっすよ。いじめられてるでしょ、そのあだ名。ケイスケさんとかいいっすよね。俺も本名だからね。きついわ、数の子。数の子やめてよ、マジ。総師範って言われても別に、あ、なんか空手かなんかの賞なのかなとかさ。確かに許されそう。そうじゃん。ネゴジさんも恥ずかしいな。他にいる恥ずかしい、まあ。ウッドマンも恥ずかしいよ。ウッドマンも冷静に考えておかしいね。おい、ウッドーって言う。ウッドは上かしら。ウッドマンとかじゃないとか、ウッドメンとかって人呼んでるから。ウッドメン上かしらとか言って。ウッドメンとか言って。カブメスとかやばいですよね。おい、カブメスとか言って。カブメスで自由化してくれとか言って。ちょっと今きついよ。
たまにおいデブデブとかデブデカとかおいデブとかデブっていうと怒るからなそこは怒るんだみたいな。デブは怒るんだ。やっぱ許せないラインがあるんで、あれが置いてある。やばいよこれ。最初なんてそんなとこまで考えながら名前とかつけないからな。本当に。だゲーマーはさ、なんかね、そのリングネームでさ呼び合ってても別におかしいって感じないけどさ、普通のゲームやってない人がさ、それ聞いた時どう思ってんだろうね。いやいや、きついでしょ。あ、オフ会かなと思いますね。そうなんかのオフ会かな。確かに、うん、いや、オフ会じゃないですか。オフ会ぐらいは分かると思うんですけどね。さすがに今はでも大丈夫ですか。今は浸透してるんです。オフ会10年前きついですか。今は多分いけそう。いや、俺つかケイスケさんに10円貸してって言われた気がするんだけど、違うかな。なんだっけそれ。あそこのコンビニセブンイレブン。あ、10円、10円貸してはたまに言うよね。でも数残ってましたよね。数残こーっつって、あそこ10円とか言ってておい、バカこのこいつマジとか言ってこいつマジだよな。あれいるかな。俺多分普通にコンビニで呼ぶよね。まあ、呼ばせる。うん。恥ずかしい。昨日言ってんだけど。ペルソナでいるかな、恥ずかしい名前で。呼ばれたら。ペルソナ。まあ、ペコスさんもな、まあ、やべっちゃやべえか。頭やば。もうあんまり良くないっすよね。良くないっすよね。うん、あー、まあ俺の…あ、下ネタねってなりますかね。あー、下ネタ、はいはい、下ネタとは思わねえじゃん。いや、思うでしょ。いや、ペコスっていう音で別に思わない。思わないから。ペコス…あ、あー、下ネタね。あー、下ネタね。相当後で切れるやつですね、それ。下ネタね。まあ、うつわものじゃん。静かに死んでるからね。あー、確かに。うつわものじゃん。これリベンジじゃね。いや、リベンジ。まあ、向こうの方が座ってればね。座ってればいいよ。電波さんもまあ確かにきついな。電波さんどうなんだろうな。まだいけんじゃん。ブレイブルーの方がやばそうなのが人多そうだよね。ブレイブルーどうだろうな。クマ一列になってんだけど。なんだかわいいなあれ。しかも見たことある名前ばっかだ。いや、クマしかいないんじゃないかなと思った。しかもここに森さんいるよ。え、嘘、森うまいってなった。おーだ、森さんいいんじゃん。森さんいいんじゃん。森さん、これがさっきの川越の森さんですね。やばいな。家庭を持ってそうだね。うん、で、年はね、すげえ若いですけど、うん、俺ら全然年下なんですけど、もう見た目はもうさながら、もう息子2人ぐらいいるんじゃないかぐらいのね、貫禄を持ったね。森さんいいじゃん。見てるからね。みんな見てくれてるからね。みんな見てるね。森さん。でウッド見てたらきちいわ。怒られればウッド見てたら。いや、見てるかもしんないよ。いや、ウッドギリティやってると思うんだな今。こういう配信を見てる可能性はあるの。どうする。いや、あんまないっす。普通にウッドマンまでアバターでいたらウッドマンとか。危ないよこれ。ウッドマンって名前やってないじゃないですか。さすがにやってないと思う。その前確か家庭をできなかったはず。家庭できないよ。ラビンじゃないですか。いや、なんかあんまりできる環境じゃないからやらないみたいな感じだと思うけどね。森さん見てんだろ。おお、なんだよ。どっか行っちゃった。すげえな。懐かしいね。なんかいないですかね。じゃあそう、増えず？あ、ちょっと増えたかな。ペンネーム技の2号さん。はい。掃除さんがここまで P4U にハマるまでになった魅力をズバリ教えてください。魅力。こんなにやりたくなった理由？どうだろうな。でも魅力ってもね、クマが面白いだけだからな。でも冷静に考えて俺、荒くね以外のキャラ使うのほぼ何年ぶりか分かんなかったよな。確かに最初全然勝てなかったんですよ、荒くね、クマ使っても。ああ、そう、全然勝てなくてね。
まあまあでも重さのは独特だよね、こいつも。このゲームにしかいない戦い方だね。うん、まあ立ち回りが強いよね。ああ確かに。どうだろうな、でも最初はねちょっとなんかブレイブルーなんかやってたけど、なんかネシカ取られたから、じゃあ俺もペルソナやってみようかなみたいな、初のワンクレ。あそしたら番長に普通になんかジオだけで殺されたの、懐かしい。ジオだけで殺された。いや最初はね、でも最初から勝てる、あでもカズルゴ最初から勝てるんだよ基本的に。ああまあ俺は最初スタートダッシュ基本早いからさ、俺遅いからさ、スタートダッシュ遅いイメージあるな俺は。全然って感じだよ、そこら辺は。でも別になんか面白かったから全然やってたんだけど、負けても。知り合いもでもなんか程よくブレイブルゼがやってたから、なんか一緒にやってたの。あーずっとクマだよな。いやーこのキャラね勝たしてくれるんで。最強キャラ使うのかと思ったら別にそうでもないし。でもなんかあれじゃないの、アークレボだけ見てるのまでクマが最強みたいな風潮がちょっと出ちゃいそうだけど。最強じゃねっつうか最強じゃないよこれ。ベスト4に3人いたら最強じゃね。いや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 、あ取られた。あそうそう、ネシカをね、ネシカでよくあることですよね。ダイがゲームが切り替わっちゃってブレブレがなくなっちゃって、あそうそうそう、でしょうがない、じゃあペルソナやってみようっつったら、まあ、マンクレやってね速攻で番長に負けて、いやまだ早い、まだちょっとやってみようっつったら勝てたから、ゆっくりとトレモしながら知り合いにコンボを教わりながら、はいはいはい、勝ったらあれでしょ、勝ったら台切り返しちゃうやつでしょ。そうだね、でもその時にはそこまでブレイブルも人そんなにいなかったから、まあ程よくできてたよね普通に。でも遅かったな俺、上手くなるのすげえ時間がかかったマジで。別になんか上手くなるとか思ってない、ただなんかやってみたかっただけ。楽しかったからただやってたけど、楽しくなかったから続かないから。原作やったことないでしょ。だってないないない、アニメは見たけど。アニメ見たの。アニメは見た。なんでクマ選んだのか覚えてないんだよね、なんか一目で。えファーストに行ってるかとかね、アイテムが。まあ確かにそれもある。でも今までの経歴的にソル使ってたんだからさ、ワンチャンナルカミ行ってもおかしくなくない。ああまあ確かに、別に。しかもナルカミだっても前世紀モップ時代だよ。まあまだその時モップそんな出てなかったけど、やべえ、あらかじめ使ってたからかな。まあ、ファーでも俺ギルティーの時サビキャラ超いかんね。ファウストも使ったし、なんテイサーも使ったし、サビキャラだけの数なら。でもあれじゃない、多分そろそろ立ち回り強いキャラ使いたかったんだ。まあでも立ち回り強いキャラまだ分かってないんだけど。いや確か分かってないよね。やっぱ荒くれっぽかったんじゃない。なんか見た目がちょっと面白いから使ってみたかっただけ。見た目が特殊だもんな。なんか俺昔でもなんかクマ可愛い可愛いしか変なことばっかりしたの。やっぱクマなんだ。なんか荒くれっぽいよこいつ。荒くれっぽいのかな。荒くれ使った頃だしね。でもなんか知り合いに言われたのは、なんかジャンプ A が荒くれのジャンプ B じゃねえかよとか言われたの。ああそれもあるね。そうこれが中段じゃねえからな。そう荒くれさんはね、荒くれのジャンプ B は中段だよね。あれは中段だけど、もうジャンキャンがないから、まあ少なっちゃって、ね、おお出たね、水月。水月も強いんだよね。これは強いね、強い方の水月だね。はぁ、あのペラは飲んでみたの。あれは本当はあのままドラム缶が押して、あでも基本的にあそこを裏回ったら最速 QE でめくるのと、あの B ペラでゆっくりめくるの2択みたいなとこあるから、まあとりあえずあれやっとけば、熊使いはとりあえずあそこら辺やっとけば、まあ大体崩れるし相手は。慣れてきてるとね当たんなくなってくるから、そこはちょっともうちょい。え見分けられんのあれ。いや別にだって B ペラだってそのままさ普通にめくるだけだから、画面見てればまあ、あいけんの結構ガードするやつするね。あ、まあ、どちらにしろできるのか。そういう。なるほどね。まあでも、クマの攻めはそんな、なんか、ハメは一部状況でしかないけど、まあ、まあ、アイテム絡めてってことですね。そうだね、アイテム状況限だから、そんなには。これだけは何が強いんだ、これ。まあ、8A が強そうだな。8A の先端の牽制とジャンプ B の牽制かな。本当に性能いいのか。あとナイフが発生保証。あ、そうこれが強い、これが強い。とりあえず投げちまえばいいのか。そう、とりあえず投げれば何かが生まれる。絶対不利にならない、ならないからな。ああ、なるほどね。投げてしまえば。発生保証はやっぱ偉大だよね。おお。
なんで発送書なんだろうねこれ。いやそれあれでしょう。普通なんか SB だけ発送書とかなんかブランじゃね。あ、SB だけ SB。いやノーマルも発送、ノーマル発送書。でも1フレカじゃないでしょ発送書って。出たら発送保証じゃん。出るのが、まあ出るのはまあどうせ1じゃないから、まあでも出たらなんか遅いナイフを追いかけながら触るのが鉄板だよ。あ、確かに。大体。ワンチャンオスか。触りっぱで逆切れとかもワンチャンありそうだな。なんで毎回レバーの持ち方なんか言われるんだろうな。いやでもレバーの持ち方綺麗だと思うよ。これ違うんだよ。なんか子供の時にワイン持ちってこれなんだ。ふーんと思ってやったらワイン持ちじゃなかったっていうすごい勘違い。恥ずかしい。あ、ワイン持ちってこう持つんだ。なるほどって言ったら、あれこれワイン持ちじゃねえみたいな、よく見たら。ワインってそうやって持つ。ワインってこうじゃなかった。もうワイン挟む挟む。ですよね。え、ワインってそっち。ワインは多分こう挟みます。こうですよね。俺一個間違ってるからね。え、ワインってこうです。ワインってこうじゃない？え、それじゃワインじゃなくね。え、もっと。もっとあ、ワインもっと下つけて。こうですか。いやもうだから手のひらをこうつけるんですよ。え？こう、そう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 、無理でしょこれ。手首で動かす、手首無理でしょ。いやもう最初に決めたのでいいっすね、技が出れば大丈夫っす。あまあまあまあ、レバーの持ち方とかあんま気にしなくていいと思うよ、そう考えると。特に何も違和感なかったけどな、子供の時ゼロストリートファイターゼロかな、やってる時に開け自宅の開け込んでとりあえずこ握り方これかなっつって、あ触ったらなんかしっくりきたからこれでいいやみたいな。いやしっくりくる持ち方でいいよな。そうそうそう、そんなに多分まあ一部出しにくい状況はあるだろうけど、持ち方によってそんなに気にする必要ないよねこれ。いや気にする必要ないでしょ全然、うん、ブランデー持ち質問かな。手大きい、確かに大きいな。あ、俺も大きいな。大きくねえだろ。おいおい、はい、じゃあ夜中にカルボナーラさん、青 TV の皆さん、ゲストの掃除さん、配信お疲れ様です。今回は P4U2 回ということで、2作目とはいえ新規の参入もあるかと思います。そこでスト4におけるしゃがみグラップ、ブレイブルーにおける投げ抜け仕込みバリガのような知っておいた方がいい P4U2 における防御テクニックを教えていただきたいです。防御テクニック、コンボや連携は動画などでも分かりますが、防御テクニックというのは見ても分かりにくい部分であると思うので、ぜひこの機会に解説していただきたいです。オフテクニックか、対戦しながら口だけで言うの難しくない。さっきのあの投げ抜け、ああまあああいうの大体使い分けだからな。上手い人はなんか何を仕込んでるか読みづらいというか、まあ、読まれたら死ぬじゃん投げ。ああまあそうそう、ガードのじゃんけんが上手いってことじゃない、単純に上手い人は。あ、まあ、あんな仕込みなさそう。でも仕込みやるんだったらなんだろう、空投げ仕込み。ああディレイ空中投げは全然ある。ディレイ空中投げか、ディレイ空中投げは全然あるから。ディレイ空中投げ、ただディレイ空中投げ、ディレイ QE 投げ抜け仕込み、あとはなんか小足にも仕込めるよ。あ、小足にも仕込めた。いや別に何でも仕込める、だってちょっとディレイであれば要はいいだけじゃん単純に。ああ、投げ抜け猶予が長いからってことか。そう要はディレイであれば最速で重ねてたらちゃんと投げ抜けて、そう、はい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 、この辺はね。え、小足いったらもう投げられちゃうよ。壊してたら、あ、壊し、だからディレイで、ディレイで壊しを出せ。暴れもディレイでしょ。壊し暴れも、そうだね、ディレイで。だけど、それ読みとかの 2C とかで結構、あ、やばい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 、やめろやめろやめろえ、これお前やめろよ、マジ。これ避けれるよ。いや、避けれるけどね、よく当たっちゃうんだよな、これ。SB サーカスずるいだろう。あ、覚えてねえもん、あれ、2回行くんだよ。え、2回行くんだったら避けられるんだよ。いやもう別に、ただあまり打たれなさすぎて、いざ打たれるとやべえみたいな、さすがにちょっとやめてくれみたいになる、なっちゃうでしょ。やべえな、ちょっと帰ったら調べとくわ。 SB サーカス、なぜクリーンしてないっていうね。え、クリーンとかあるよ。今びっくりマーク出た瞬間にボタンを押すのミスったから、あー、へー、クリーンすると画面バウンドする。ビョン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 。あ、へえ、知らなかった。え、ダメージ上がる？じゃあコンボいけんのか。ダメージは全然上がる。コンボいける？コンボはいけない。クリーンするといけない。高めに当てると端一元でいける。あ、高めに当てる。そう、高めや。でも高めに当てるのミスるとスカッて自分が半額になってしまう。なるほどね。そう、あ、高め当てとかあるんだ。とりあえずでもガードは QE 投げ抜け仕込みか、ディレイ空中投げか、あとなんだろうな。でも、あ、逆切れ投げ抜け仕込み。逆切れ投げ抜け仕込み、そう。クマはあんま強くないんだけど、ミツルとか
ちょっと待って、あれじゃん、ちょっと待って、逆切れ、投げ抜けって押せば、最速に投げきたら投げ抜けて、相手がディレイで、あ、様子見から A とかやったら逆切れが飛んでいくみたいな、じゃんけんポン。最速でやるとさ、根性入力、根性入力、ちょっと待ってから、こうやって、気合いで、練習すれば全然できると思うけど、あ、投げって結構、じゃ飛んでんだ、このゲーム。いやでもね、さすがにね、全部を全部ね、仕込みで避けるの無理だから、ミスるときは全然ある。だけど、まあ、そういうのもあるよっていう。だから、なんかこの人投げとんねなと思ったら、どんな、あ、なんか仕込みしてるか、一回ちょっとダッシュバックスして、どんな仕込みしてるのか見た方がいい。あ、なるほどね。その仕込みすれば、あ、この人はこれを一回したってなるから、次何、まあ、次変えてくる可能性もあるから。まあ、そうだ、確かに。あとはあれじゃない、どれ食らったら死ぬか死なないかをさえ見れれば。だいたい普通に投げ抜けしたら、普通に投げ抜けしたら地上投げは漏れて、ダッシュ、要はダッシュしてバックスしたらさ、投げ漏れるじゃん、うん、そこに半角で、うん、カウンターだっけ、しかもカウンター、カウンターで、クマが隙でかいから死ぬように、あー、投げに隙の差あるのか、あるある、 あとクマは投げ前広い、あ、広いんだ、広い、こういうのってだいたい投げキャラが投げの硬直少ないとかでしょ、カンジとか、カンジはね、なんか横になんかリーチ長かった、全体動作も長い、 あ、全体動作も長いんだ、そう、だけどダッシュバックスでは逆切れに負ける攻撃判定、こいつ当て身じゃん、でも宮崎とか切ってくるじゃん、あれには、はいはいはい、はい、よくない、じゃあクマにむしろバック性を切れるとか強いんだろう、そうだね、なるほどなるほど、ここら辺はペルソナ回っぽくなってきましたね、次の質問来なよ乗ってきたぜカモン乗ってきた今頃カモン今頃ペルソナっぽくなった、もうあともう放送時間残り20分です、ね、あ、マジかあ、マジか乗ってきたぞ俺は、マジか、ペルソナ回っぽい、1時間40分にしてすげえペルソナ回っぽくなってきた、ペコ丸さん、カオ TV の皆さん、ゲストの掃除さん、こんばんは。アークレボお疲れ様でした。今回のアークレボでは P4U クマ、イグザード、ファウストといわゆる物投げキャラが活躍していました。アークゲーでおなじみのキャラクターたちですが、簡単にでいいので物投げキャラの魅力や強さを語っていただけないでしょうか。だそうです。なるほどなるほど、クマ、ちょっと俺なりの見解を言ってもいい、クマ。はい、いいっすか、クマ、早く言って、いいっすか、クマ、早く言って、俺は手の方に聞いてるんだ、クマ。はいって言ってるやん。どっちにも切れられる。切れんのや、切れんのやめようや、切れんの、切れんのやめようや。ただアイテム投げるのって、あのファーストの時はそうなんですけど、うん、アイテム投げる側の方が、その次何でできたか確認する準備できてるじゃないですか、うん、だからそのアイテムを投げれるキャラっていうのは、うん、その早い展開を強いられると思うんですよね、うんうん、大会のアイテム強いよね、相手がミスってくれる、こっちはいつもの行動してるだけなんだけど、気がついたらそう、相手が死んでる時はこんな感じ、ああ。ミスってる側ね、今ね、そうそう、対処する側が結構、そうそうそう、テンパったりするのか、そうですね、そういう意味では大会やっぱ今回の結果も含め強いなとは思うけど、アイテムによって対処法を変えないといけないじゃないですか、そうですね、向こうが、うん、でこっちは何するか決まっ、なんかある程度考えちゃって、なんかそのアイテム投げるタイミングはこっちが選べるんで、まあ、うん、それがやっぱり強いんじゃないかなって、確かにその差はでかいな、アイテムの数だけその選択肢の幅もあるわけだから、それがまあそれがすごい強いんじゃないかなと、うん、動くな、え、で、魅力は、魅力は逆を言うと、だからそのあれですね、アイテム投げた時のアドリブが面白いみたいですか、そのいろんな展開になるじゃないですか、アイテム多分どっちのキャラも8種類ぐらいあると思うんですけど、うん、ファーストもクマも8通りのいきなりこう展開になるから、あとアイテムの数だけまずコンボのルートがあるし、うん、でアイテムの当たった場所とかによって多分またアドリブのコンボがあるし、多分すごい、おっしゃ、萩原撃破、おう、これ身内ね、あ、身内、これ身内ね、普段池袋ギーゴで情報交換し合ってる仲間ですね、池木では強い、しゃ、倒した、池木相当レベル高いよ、池木のペルソナはマジでね、もう魔境みたいになってます、全然誰か来てくれるってツイッターで言ってくれれば、まあ、日程が合えば
全然いけますけど、アークレボ出てる人かなりいるよね。そうですね、あそこはそうですね、扇さんのユキコ、萩原くま、タヒチエベルバッハのゆかり、俺、あとドミーさんのサナダ、あと STD さんの知恵もいるんで、かなりすごいですね。配信が止まったっぽいでしょ。配信が俺なんでペコさん、そうでしょ。あ、動いた一番遠い俺。あ、動いた動いた動いた。じゃどっからだ、どっからだこれ。動いたよね。どっからですか、どっから止まりました、もしかして。え、でも10秒ぐらい止まった。止まったところから喋ってね。あれかな、もう一回やってもらうから。え、また二号はあれですかね、扇さんのユキコから萩原のクマ、そう、俺のクマで、ドミーさんの真田で、タシエベルバハのゆかりですね、元王者。なんか言わせてね、大丈夫。あ、STG さん違う。忘れてたわ。忘れてたわ。覚えてた。一応 STG さんは別に池木勢じゃないから。あ、池木勢ただやる気があるか来てたけど、池木勢はさっきの STG さん以外の。あ、5人か。あとあれかな、ケント陽介もいるな。ケント陽介。まあ結構キャラは揃ってるんで、まあ全然対戦する気があるなら、まあ来ていただけると、ツイッターで情報書けば、まあ。まあでも、あ、水曜日そう、池木で対戦会なんで。あ、対戦会だ。そうですね、水曜日腕ダメージにどうぞ。まあ、対戦会って言っても、それあれでしょ？あのガチ代もありながら制限代もあるんで、制限、まあ、なるべくそのガチな人ちょっときついなと思ったら制限代の方で戦うみたいな。で、逆に俺らと戦いたいみたいな感じだったら俺らに入ってくれれば。あ、制限代なんだ。制限代あれ2台あります。制限代ってどういうこと？あの PSR 制限。あの700以下はこの代でやってくれ、500以下はこの代でやってくれみたいなのがあるんで、まあ、イケギで、水曜、そうですね、対戦会。これ、ドミーさんが主催してくれたんですけど、あ、そしたら結構。昔はネシカ多かったんで、13ぐらいあったから、すげえ早い、人やばが全然埋まってた。だけど、ネシカがちょっと眼睛外に取られちゃって、それでちょっと人が減っちゃったんですけど、まあそれでも、でも家庭効果ってちょっと人少なかったですね、今週、あ、そう、今週は。でも全然、ガチな対戦とか、なんか新しい人も来てくれてたみたいで、あ、そうなんだ、まあ、そう、今週はロードライドもいましたね。あ、ロードライドもいたけど、特別参加。はいはい、ロードライド来たのか。あれですか、今ペルソナだと結構池袋が聖地だったりするんですか。そうですね、俺の中では。いや、池袋それだったら一番レベル高いよね。そんなかなり俺は前結構帰りに寄れて神だなぁとは思ってるんですけど、うん、まあ、やべえな。まあそういう環境があるからこそやっぱ準優勝もできたっていうのもあると思うんですけど、確かにそのレベルと一緒できてやったら。そうですね、ぶっちゃけ対戦数的にはもう常時対戦してもらったんで、みんなに月間勝利数は常時1位みたいな感じでしたね。あ、そうなんだ。もうずっと対戦してもらって、特に SG さんの知恵とかもうずっと入ってもらって、かなり。なるほどね、池木勢のおかげで優勝したと。準優勝か。すいません、準優勝ね。ちょっとそろそろ呪いを断ち切らないと。やっぱ優勝と準優勝違うから。確かにね。あんまり準優勝しないでしょ、だって風の子。ああ、いや、まあ別になくはないけど、あんまりでもなんか優勝してるイメージしかないんだけど。確かに。まあそういうことになっちゃうかな。なんか勝つコツ俺に教えて。勝つコツ、自分を信じる。そういうことだ。いやー、確かに信じ系じゃなかった。そもそもね、俺あれなんだ、そう、2回戦のやっぱ漆器戦に命かけてた。もうあれを勝てないともう何も起きないと思って。おもう、まあそれ2回戦で強化したって言ってる。あっと、裏あったから拾えんじゃん。これ裏当たり。ああ、拾えなかった。あれ拾えるよね、裏当たり。多分拾えると思うけど、拾えちゃう。だって2回戦であれで、このゲームで一番勝てないやつが当たるんだよ。そんな時の気持ちやばくない？よかったね。いや、そこはね、頑張った。勝ったんだったら、でもあれだよね、それ上行けるよな。一番勝てないやつに勝ったら、勝つ、かなり上行くよな。まあなんかやっぱね、そこ勝ったら結構勝てたよね、その後に。確かに、それは熱いな。あ、だからギルティギアの投入優勝だったの。あー、RF に負けたやつか。あれはね、ちょっとその前は神のファフニールとか呼ばれてたのに、確かに。神ファフニール来たーって言ったら最後なんかチョップされて死んでた。見えなくてやっぱ落ちた。いやいや、しかもちょっと待って、演出からって確か下段ないからね。いや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 、下段ないからね。下段たくないのに食らったんだよ、中段を。いやいや、その前に足払いで下段たくだろ。いやいや、それでもね、ゲージ はかねえよ。しかもカウンターしてると何もつながんないよ。その前に足払いで。いやいや、もうあれひよってたんですよ、風間さんも。いや、しかもあれだよな、なんだっけ。あれでも最初メテオめっちゃ出なかった。ん？最初メテオめっちゃ出てたよね、確か一番。さすがにそこまでちょっと俺覚えてないけど、最後とりあえずこれでやられたのを覚えてる。それは印象的だ。いや、一番上メテオめっちゃ出て負けた気がするんだよな、ラウンドとられて。で、最後のラウンド結構割といいアイテムです。いや、なんかでも冷静に対空されてたよね、タッチ系とかで。相打ちにされて。いやいやいや、冷静に対空されて、最後やっぱこれで
どうせ当たんだろうっつって当たって死ぬ。きついきつい、いやあれけ、いけるいける、まあ、今だったらきつくでいいけど昔は対策に詰まってなさすぎてセイトルファーストファーストエリって言われたまあだってセイトルいないじゃん。まあいないね、いないじゃん。まあいいじゃん。あと2人かな。ちょっと時間守ってるね。1時までやるとこんなにクマだらけになるとは。確かにやばいな。レジもいるね。でもクマ最近増えたんだよな。なんか多い。いやでも体勢の影響ってあると思う。あと家庭やってたじゃん。そうだね。あんまりなんかね、でも結構ゲーセンでは見るんで、ね、家庭用の数だけキャラ別で見れるじゃん、うん、それだけ見るとあんまり多くなかったんだけど、なんか一番多い何番長か。やっぱ、まあ、やっぱ番長とかじゃないの。番長が一番多い。使いやすいしね。しかも強いんだったらちょうどいいし。ファーストは完全なんだもんだよな。ファウストはファウストで、そうファウストも結構イグザードやったけど、なんか本体がすげえ強かったイメージ、ね、なんかアイテム超強いのかと思ったら本体の強さがクマに全然強くて、アイテムにむしろ弱くなった。アイテムそう弱体化してたから、なんかそれは聞いた結構知り合いから。だからロマキャン対してるんだよね、イグザードのファーストは。隙の長い技が多い代わりに距離長いんだったのに、ロマキャンのせいで弱体が消えてんだよ。システムに恵まれてるのかね。恵まれてる。ちゃんと相性が良いあ、システムに恵まれるの大事だよ。そんなこと掃除さんの対戦アラスだって。あ、そうやってねえじゃん。アラス前なんかブイング食らったんでしょ、それで。アラス KO じゃん。KO でしょ、KO。いや、やらんすって通しまくったんだけど。いや、数の子さんとちょっと対戦普通にしてみたかったですねって言われて。おっとっとね。次からも対戦するにしようと思う。今日はウッドマンと対戦してよ。ウッドマンとウッドマンと対戦してよ。俺はでもあんまりなんかクマ使いからの質問は来なかったな。確かにこクマこれ結構かなりこれやった方が的なことはあるけど、クマ使い質問プリーズ。あんまりクマ使い質問プリーズ。もう終わっちゃうけど、結構テンプリ決まったからな。クマ使いみんなシャイだった。これこの置き攻め、あべ間違えた、間違えちゃったよ。間違えちゃったよ。あ、ごめん間違った。今のちょっと家庭を出てきたセットプレーだからみんなパクってくれ。来たわ、おら、おーしゃー。え、勝手じゃないよ。これね、P4U2 から無敵がなくなりまして。あ、そうなんだ。本当の最大反撃は爆捨て1回から出てきたらスクリュー。今爆捨てしなかったから甘えてる。あ、へー。で、爆捨てしないでさ、早めに出すと A パペが漏れるんだ。あの入力が竜巻だから、だから本当は今爆捨てから A スクリューをやるやった方が完璧。だから逆切れは無敵なくなったんだ。無敵なくなった。だから弱体化されてるんだよ、ちゃんと。ミサイルの発生保証もないしね。そう、前は P4U はあった。だから一応弱くされてるとこは弱くされてる。ちゃんと弱くされてるね、それ。それは弱くされてる。あと太鼓の前は1段目はゲージ解消だったのが今回なくなってる。あ、へえ。だからゲージも落ちてる。落ちてるから全然。あ、でボーナスなかったの、ゲージ解消。4段目当てないといけないんだけど、4段目がそう一部の技にしかキャンセルできないから、いい締め、足払いとかにキャンセルできない。だからいい締めができないから、今回はそういうところはちょっと弱くなってるかな。なるほどね。へえ、まあ。ちゃんと弱くされるとこは弱くされてる。だけどまあもらってるもんもでかいから全然戦えるなって感じの印象だけど。じゃあギルティやったらウッドマンでボコられるっしょって感じ。え？ウッドマン？やったらウッドマンでボコられる。誰が？ワイラが？今のウッドマン、え？今のウッドマン確かにギルティしかやってないから強くなってんじゃない？いやいや、カスでした。悪いけど。前イグザードやった時はなんかギリギリなんか退院後にやったんだけど勝てた。ああ、なんとか勝ち越した。ウッドマンで負けだったら終わりです。ウッドマン負けだったら終わりです。投げ抜けだけ早いからだ。ウッドマン出過ぎでしょこれ。配信に単語が一番出たんじゃん。ウッドマンウッドマンっていう単語が。確かにウッドマンね、投げ抜けは言えないんだよな。ウッドマン全国区だわ。もう投げ抜けだけいいんだけどね。投げ抜けだけはって失礼な。ウッドマン心が良いからな、メンタルが的な。これはクマの質問かな、はい、GTC さん、アイテムの出し方のコツみたいなものはありますか？アイテムの出し方はね、とりあえず順番を覚えたいですね。アイテムの順番を覚えた方がいい。そう、アイテムの順番を覚えて発生法、アイテムごとの行動をある程度決めちゃうっていうね。
テンプレがあるんで、こんなの。そのテンプレを繰り返してれば対処できない、まあ、対策できない相手なら、まあ、割りかし、まあ、勝つのはまあ簡単かなとは思うけど、とりあえずアイテムの順番をね、やっぱトイレに貼って覚えるとかね。まあ俺その何がやばいって貼ったんですけど、アイテムの順番、アイテムの順番間違えたよく見たら。ああそうだ、間違えた。そう、悲しいことに。だからそういうね、そういう間抜けなことはしないようにした方がいいです。アイテム全部で何種類ですか？16か。誰か そこ熊使いが答えてくれるはず。俺結構そういう知識ないから16個ぐらいあると思うけど。しかもなんか上下 D と 5D で順番違うんですよ。あ、でもルート、あの結局最初が違うだけで、あとは同じ。あ、最初は違う、開始が違うだけ。あ、なるほど。あ、一応投げちゃったらもうあれか、決まっちゃうか。無理でしょ。確かにトイレに世界地図とかあったな、俺も。世界地図、あ、受験勉強ね。そう、受験勉強。うわ、もうあれですよね、踏ん張りながら、あー、埼玉県、埼玉県。それ日本地図やあ、世界地図やね。日本地図だ、日本地図。日本地図、日本地図、まあ、それとも同じ原理ですね、完全に。同じ原理ですね。まあでもちょっとメモって覚えれば、割りかしすぐ対戦でできるようになるまでは結構長いかな、やっぱ。対戦だとまた忘れたりしそうだよね。いや、やっぱテンパるでしょ。俺もたまに投げてないもん、忘れてるもん。一回投げたら、あ、これかよみたいな時あるからね。あー、お、回してくださいできるのそれ。ん、回してくださいできる。死ぬ死ぬ、もういいね。おー、固め直しね。だがアホやん、俺のことかな。あ、あ、青木さん。埼玉は世界。何が言いたい、クマ。何が言いたい、クマ。切れちまえそう、クマ。さっき強かった人だな。やられちゃったな、俺。同キャラ結構負けると悔しいからね。うごー。アイテム投げすぎだろ、こいつら。何が起きるか分からんわ。あ、やべ、当たんない。ほら、あれね、たまに SB テレビ同時に出して両方相打ちになる時とか面白い。同キャラでもこれ見てて面白くない。いやー、てか何が起きてるか分かんで。いや、でもなんか荒くね荒くねよりやっぱなんか笑えるよね。荒くね荒くねはなんかなんだろうこれみたいな。いや、荒くね荒くねも笑えるんだろ。な、何これって。いやいや、でもこっちの方がやっぱコミカルじゃん。いや、やるくなるくらいが面白いんで。マジか。ブレブレやってる人だったら面白いよ、たぶん。でもやってる人が見たらやっぱこっちでしょ。いや、こっちは両方アイテム投げてるから、2個。意味が分かんない。何が起きてるのか。ああ、スマブラ、スマブラ。あ、まあ、スマブラ。スマブラ、昔やってたから。荒くね同キャラがウケるよ。なんか荒くねがジャンプ B に固められてるのめっちゃウケるわ。荒くねが荒くねのジャンプ B に固められてる。だって切り返しないから。暴れ越ししかない。いつもお前がやってるってことだろうにって感じで。じゃあ次の人ラストか。何でもこっちか。次でラストか。早かったな。やっぱ早いね、配信すると。早い。これじゃ並ぶんじゃないぞ。ボクサーの人で終わりますよ、ボクサーの人で。なんでこれ最後集合写真撮ってこれを終わりなのか。集合写真撮って終わりなのか。あれ、これ配信あとどんぐらいですか。あと5分ぐらいです。あ、5分。しかもこれやばい。対戦したかった。対戦したかった。ちょっと待って、これ最後身内なんだけど。あ、身内。いいじゃん、いいじゃん。俺に足立はちょっときついんじゃないかと植え付けさせたやつじゃないか。あ、そうだ、そんな足立ちがあったか。エリザベス使いのダモスですね。足立マジ的さん、はよう対策。人頼み。いや、俺もやるけど。でも自分で使った方が早くない？それ誰でも使える人が言うセリフだから。いや、まあこれでもランクもあるからね。まあ確かに技とか一応反撃が昨日調べた、負けた後に。ああ、調べた、反撃。そういうのは絶対調べる。だけど安定、まあそこもさらに人に聞いてちゃんと合ってるか確認したい。ああ、もっと高いの入るかも。このキャラね、ちょっと。でも俺も足立使いになろうと思ったんだよ、一時期。その強そうに見えてくるの。いやー、結構なんか可能性は感じる。ほら、この感じ。見えないな、このキャンセル出してるもん。やり込んでる。入り込んでるわ。暴れよう。こう、確かに一人でもやることあるよな。ジャンプ受けやってるよりか。
エリザベス全員一の人もダンジョー行ったんだ、エリザベスって本当に行ってないです。で2回戦でグルポさんにやられたでしょ。おー、だってエリザベス全員一のダンジョーって。これなぁ、おとなしく投げられすぎなのかね。ヘッドはほとんどグルポさんコンボしてるだと思うけど、俺も新しいから全然分かっちゃいね。うわぁ、あんまあれで歌回って思ってくれる。あー、中段下段。あ、そういうのやめてマジ。おぉ、あー、ステイクこれ対空ずらし。あ、対空ずらしか。しかも無敵あるし、あれ無敵やそうだね、ああいうの。なんで食らってんだ。ほう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 、仕上がってるね。仕上がってるね、片目減るんだよな、あれマジ。それ見えねえ。でもほぼ、しかも混乱してるからね。しかし、でも2個欲しいな。おおお、確定してるの、すんの8000、2フレの全体攻撃なの。しかも2か。ちょ反撃が。なんでも入りそうだったね。いや、もうなんでも入りますよ、あれ。あー、バット振ってる。おー、バーター効果ないのね。あー、ぶっ放しやろ。対空ずらしで。どうなるこれ。あ、ちょ。あー、なんか当たってる。あはははは、お互い当たってる。おっしゃ。最初ラウンド当たってらっしゃる。いや、でもお互いガード硬いな。足立のなんで逆切り中段下段なんだろうと思うんだけど。確かに個性つけなかったな。ネクロ、お、ナイスアド。フィニッシャーに、あ、溜まった、やった。おら、おー、投げ抜けますか。見てが投げ抜けたかのような。なんだろう、ロボット。おーっと、止まらげだ。あっ、早いな。おー、運ばれた、めっちゃ運ばれて、かっこいい、出るな。おっと、後ろになんかロボットがいる。ああ、これ危ない。ああ、タライが邪魔しない。おお、完全に最後すりましたね。最後つながれませんでしたね。しこ最後危ねえだろ、あれ。まあ、だ新キャラはこれから対策は、うん、ナイスファイト。あれ、最後風の元対戦。ナイスファイト、クマ。これにてタイムオーバーとなります。よろしいですか。タイムオーバーとかありましたっけ。タイムオーバーとなります。まだみんなクマいるのかな。クマたちまだいると思いますよ。やばいな、これは嬉しいな、マジ。ダブル下に言ったんですけど。ちゃんといる。なんだ、なんかすごいな、これ。なんでこれ、なんだなんだ。え、なにこれ、毎回なんか顔 TV ってあれさ、こういうのやってるんですか。いや、別にやってないんだけどね。最後集合写真で行こうぜみたいな。やばいな、俺どこ行こう。どっかに映れないか。それ文字消した方がいい、文字。あー、なるほど。文字消してど真ん中でいいんじゃないですか。こんなんでいいの、風の子はよって。いや、俺もその世界行きたいけどさ、ちょっと俺テレビの中入れないんだよね。煽られてる。俺ちょっとテレビの中入れないって。仕事たちに合流できないですね、ちょっとね。怖いな、これ。何がやばいって、クマアバターだけど、全員本当にクマ使いなのかっていう。いや、クマ使いはいないでしょ、だってこれ。いや、でもクマ使いはいたよ。あ、いた？いた、いた。怖いな。ちょっとずれてんな、でも。あ、抜けた、エリザベスが。大使さんもいるかも。え、バッファもいるの、これ。
どれ？タヒチエーベルバッハ、どっかにいる？名前違う。アハハの派ってあれ浜さんじゃないの？あ、浜さんか。あれ浜さんだわ。あれでもバッハいなくない？あ、いたんだけどいなくなった。あ、いたん。あ、ここにいる。左にいるわ。あ、ほんとタヒチ。なんで、何このウォーリーを探せみたいな。ちょっと、どういうことこれ？めっちゃ対戦してる。やばいな。バッハも結構椅子と合体好きだから、ちょっとやばい、今度ロビーの椅子と合体してる。危ない、ゲーセンの椅子から今度ロビーの椅子に変化した。危ない、これ。やばいな。いやー、盛り上がってますね、このゲーセン。盛り上がってて。ちゃんと、本物のゲーセンにも行かないと。確かに。本物のゲーセンでもね、ちょっとよろしくね。まあ、でも、ペルソナ大会、池袋ギーゴ。水曜日対戦会と木曜日新宿本館スポーツランド大会あるんで、え、水曜も大会ってんの？対戦会？いや、水曜はギゴは対戦会で、木曜が新宿スポーツランド本館のペルソナの大会。ああ、なるほど。やってるから、まあみんなよかったら足を運んでみてください。腕試しを。そうですね、まあ、水曜日は結構なんか対戦会だから、まあ緩やかにって感じですけど、まあ、木曜日は力試ししたかったら。なるほどね、うん、そうかそうか、制限なんだったら、まああれだな、ね、でも水曜日も水曜日で別に俺らの代あるから、別に力試ししたかったら入ってきてくれれば対戦をいたしますよ。数の子逃げる熊、こんな感じかな。はい、数の子さんの気分次第で。そうだ、気分次第。お前がシャットアウトすれば何だろう。あ、お前時間だ、時間だ。じゃあちょっと対戦したいところだが、対戦を見たいところだが、はい、ちょっと俺の権限で声を呼ぶさせてもらうぜっていうのかと思ったら、はい、じゃあか、はい、どうですか、カズモさん、カズモマジで面白いですよね。いいですか、やります。やります。やります。じゃあどれがいい。あ、やるんですか。やった方がいいかな。三先で勝負、三先で。おお。三先の前にちょっとトイレ行ってくるか。あ、いいよ。三崎プラス。まあ、三崎行くか。はい。モノマネ行けるんじゃない、結構。勝てない戦をやるか。ファッションだ、これ。キャラない、キャラ。え？番長。番長。あ、決めて止める？いや、いや、ちょっと。やったことあるでしょ？ないよ。配信やったよね、感じで。カズやったよね、配信で。ないないない。あるよね。やってないよ。どうする？ゴッツガーデンの維新かけて戦う？三人で。そこ？え、実際これ番長だけまはどうなんですか？あ、全然番長有利なんだ。番長かなり有利らしいですよ。来るときになんかあの、なんで番長がきついのか理由をちょっとお聞かせ願いまして。はい。やるかい。頑張って。やるかい。今日は任せたよ。うん、今日は花を持たせる。うん、譲る。あ、そう。うん、仕方ないな今日は。仕方ない。そんなどうしてもって言うならしょうがないな。もうリスク回避するね、きっとね。やっていただこうか。自分で刺そうそれ。あ、でもこのマイクマジ便利だな。無線。これ無線切れてないよな。大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。点滅しなかったら大丈夫です。電池が持てば大丈夫。点滅してると電池切れです。ういっす、大丈夫です。さない。入った。最近マジペルソナの曲ばっか聴いてんだよな。あ、そう、そっちか、そうか。とりあえず戻るか。お願いします。戻って戻って。ルーム出て。一回。ありがとうございました。ありがとうございましたね。熊ちん入れたいね。ありがとうって言っておかないと。クマ綺麗に並んでんなこれ。やばいなこれ。あ、動けた。動けました。崩れた。崩れた。やばいなこれ。あ、そう、カレー屋さんもカレー屋さんじゃねえか。メンテ長か。メンテ長いた？宣伝してた？なんかさっき宣伝してなかった？宣伝しはしてなかった。さっきなんかコメント出してなかった？ブラックがどこのこのって。
え、嘘、コメントもしてた。なんか、まだ言ってたかな。メイン店長も言ってた。これで、どれだ。あ、じゃあ、トレモシ。え、トレモする、うん、え、嘘でしょ。俺30秒で済むから、俺のトレモ。あれ、あれ、まあ、そっちはできない。こっちはできないの。まあ、一回やめて、あれじゃない、これで押せばできないの、わかんないけど。いい、ちょっと悪書きして。30秒取るし、うん、俺30秒取るも終わるタイプだから。30秒ね。うん、冷たいね、身内にね。どんどんね。うん、1ラウンド先にする？ひどい。え、ちょっとやばくない？これ。1ラウンド先。1ラウンド先ってなんだ。1ラウンド先。2000でいいんじゃないの？ 2 回買ったこと。いや、3先に行こう。3先なんだ。3先なんだ。左ちゃう。俺ね、これ好きなんだよ。違う。こうでしょ。これが好きなんだよ。これどっちも赤。だ普通さ、これさ、基本赤だよね。どのキャラも確かに。基本赤なんですよ。あれユンも赤。ユンも赤。でも赤なんですよね。僕色。どうですかこれ。番長でも最強キャラですよ。おやめろ。最強キャラっすよ。噂は金がに聞いてるが、やめろ。これ取れも？取れます。うん、俺カレースタンドプラックまだ一回も行ったことないんだよな。俺も行ったことないんですよ。行ったことないよ。行ってみたいんだよ。ちょ今度行こうよ。今度行きますか。全然行きたいんだよ。ちょっとね、まあ離れてると俺結構行くんですけどね。全然。すげえ通ってますけどね。俺のおすすめはグリーンカレーですけど。グリーンカレー。あそこで初めてグリーンカレー食って。辛そう。グリーンカレーってこん、いや、麺店長のはマイルドに抑えられてて、すげえ食いやすくてうまい。でも他のカレーも全然美味しくて、結構あと3種類とか、まあ、同時に選べたりとかするんで、うん、まあ、好きなのも、まあ1個量多いの頼むよし、まあ3種類ぐらい頼んで、いろんな味を楽しむもよしで。行ってみたいよ。そうですね、かなり美味しいんで、おすすめですよ、ブラックは。OK。OK。お、早いね。早い。ハローは決まったぜ。俺もしこれ3先買ったら、はい、ゴッツから特別報酬20万お願いします。負けたら負けたら、いや負けたらなんもねえよ。いや負けたらなんもねえよ。これ10万欲しいなら分かるよな。ほらそれ10万欲しいなら団合入るじゃん、それ10万欲しいなら分かるよな。いやでも番長はな、いや俺でも番長相当いいらしい。番長はちょっとそうね、クマにね、対策教えてもらっちゃってたんで、その、うん、番長クマ。番長はちょっと、つまり賞賛あり。で、どこでしょうか。で、どこでしょう。まあ、ここが、でもオフだから別にどこでランダムちょっとランダム。ランダムランダム、ランダム。どっちもランダム、こっちもランダムでしょうか。あ、今、これ持ってないんだ。あ、ちょっと画面がね、いいか。画面いいですか。画面いいですか。番長はまじちょっと油断できねえんだよ。いや俺マジでおしゃれ、オートプレイ強いから。ウルフォーでユンとやるぐらい油断できないと思う。いや、それは言い過ぎ。いや、そこまで？いや、番長は強いよ。ウッドマンみたいなこと言うのやめて。ほら。強かろう、このキャラは。お投げ抜けのやめろ。投げ抜け禁止かなり無理がある。ほら。ああ、なるほどね。ああ、なるほど、結構減るね。うわぁ、されてるかも。おい、これ走ったの分かってるか。3先でいいんすか。3先でいい。やべえか、隣からなんかパチパチパチっていうのが逆ギロスティを吸ってくる音が聞こえる。おわぁ見えねえか、お前。変化。お、見てない。いや。あ、移動技。ほら。おお、どうだ。これ見ろ、このアーチプレイを。あ、やめろ、来たねぞ。来たねー。来たねーぞ、こいつ。うぅ、そいつだ。うぅ。抜けた。うぅ。待て。距離を詰める、うん、やるね。やばい番長は油断したら危ない。大きくなったもんだ、掃除も。ギルティでひよこったあの掃除がそんなに大きくなって嬉しいでしょ。嬉しいよ、これは。最後ちょっと短編してもらわないと。大丈夫、投げないでやめろ。
ガフだガフ。アイテム投げてくる。アイテム投げ禁止やばいだろ。ああ発生報酬きた。はいはい。なるほどね。あいいのいいのよ。死ぬ。おやべえなんだこれ。ナチュラル。ガフじゃねえかよ。なんでこれ。今もガフ。いやあれ補正切り。どうしようもない。ガードしないと風の子さん。え、加藤さん、対策は加藤さん、対策は対策今から出る対策はおやめろ、ね、対策は三先バスタほら見えねえだろあ、それ対策はおびしゃおびしゃ、まだあるおやめろ、それちょ、早いアイテム知らないとこうなるよなるほどねアイテム知ると、もう漆器みたいな硬い価値が確定する、ね、別にクマばっかりじゃなくていいよぶっちゃけいやー足立ねサブキャラで触りたかったんだけどまだちょっと練習しなくて別にいいよサブキャラでいや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 俺の他のキャラの弱さ知ってるだろどんだけ勝ちたいんだいやいや、ま、ワンチャンいいよでもいやいやワンチャンいいよいやーで、ね、ちょっと足立ワンチャンメインキャラあるんだけどまだちょっと早いかな出してみるまだまだ早い出してみればいいじゃんまだ早いね。まだ早い。今度ダモンさんに教わってくるからちょっと待って。他にもサブキャラいたし。いや、俺ペルソナマジいないよ。ゼロで。てか俺基本的にあのサブキャラっていう概念がないから格闘ゲームで。あ、そう。それだったらメインキャラの1個でも直したいみたいな。ちょっとでも動きを良くしたい。白の感じね。そうそうそう。そんな感じないんだ。ただその他に欠点あるよね。他のキャラすぐ使えないから、他のキャラを知るのが遅い。まあそれもそういうのが早いじゃん。それまあでもあるから一面だよ。まあでも一応家庭用があれば触れるからね。そうすれば家庭用が出たらまあ。1個のキャラやってた方が強そうだけど今触ってもいいんじゃない今やるの今ちょっと遅いっしょいやでも確かにこのキャラ1個の組み合わせはいけそうだなすげえでしょファック何何すか今ってお前何だよこのカラーおわおわ何かいいぞ画面が見えない画面が見えない嘘でしょ画面画面言い訳は嘘でしょね画面が見えない画面が見えないお前ガフかよお前ちょっと待ってねえねえねえちょっと待っていけるわこれ次何のアイテムでか言って次バイクあバイク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 ほらバイク鍵返せあ鍵あったねほらそうじゃお前死んだぜうん、ヘルト取り返さなきゃこれ俺の癖知ってるななんか出なかったけどいけてねあーかおおほら震えてるかちょっと覚醒したからいいかな震えてるかほら見えねえだろこれ早い早い。見えて見えんのじゃよ。見えて見えんのじゃ。何あのロボット。じゃあこの方勝ってね。見えねえって見えねえ。発生させていただきます。え？え？終わった？覚醒？覚醒とは。おクリティカル。おっしゃ。覚醒とは三先ですかこれ三先三先お酒じゃん再生しますか出てるけどなんで何これこだら再生はいでいいじゃん OK でいいじゃんちょっとサブいいねいやいや足立すがサブいない足立行こういないんだって足立一回行こう足立一回行こういやあのね基礎コンができないから A 連しかできないから A 連で行こうマジ無理だ無理だろう本当に勝ちたいの無理だろうもう一生もできねえぞこれいやいやしょうがしょうがないえちょっとやるケスケさんやってるペルさんは誰ですかなんかアザヤルに変わるキャラいますかあ、真田じゃないですかやっぱ筋肉といえばもう疲れキャラいいぞ俺も番長しかよなんだこれ真田いいんじゃないですかじゃあ真田やるかちょっと違うやついやマジなサブキャラいないからなそこはちょっと残念なとこすぎだ真田プラスアダチだったら一緒でしょいやーアダチマジ技も覚えてねえもんいや、俺も分かんないから俺いや、ちょっと、やってたでしょいや、俺やってたでしょいや、俺5試合しか取らないからいやいやいや対戦5試合しか取らないからいやいやいや、嘘でしょ、また加藤さんもやってないわ、信用じゃないいや、ちょっとワンプお願いしますワンプレイダメでしょワンプえ、これ、ちなみに3先でいいのいや、3先でいいのそこに寄るんだけど
他のキャラマジ使えねえかんな。これか、これ前なんか公式のなんか配信で使って恥をさらしたんだけど、俺置き攻め逆切れとか、それか、無茶ぶりだろこれ、それか、コマラゲン入力なんだっけこれ、そんなレベルなら波動拳だっけ、竜巻、竜巻 C、 OK、 それだけでいきます。それとエレ、それとエレの逆切れとこの3ついきます。ちょっと漢字使ってるんで、あの、あ、参考にさせてもらいます。クマがうめえだけじゃねえのか、ゲスさん漢字使ってんのか、漢字、まあ、やっぱね、漢字、やっぱペルソナの挨拶みたいなのがあるから入門みたいな、いや入門か、ペルソナといえばこのキャラみたいなのがあるから、逆切れ強いからね、そう、やべえな、技覚えてねえから、ちょっと悪いけど、悪いけど俺必死に一生もぎ取りに行くから、バッタバッタ、これでドラゴンに、おー、あ、いけねえ、動けねえんだけど、あ、エレンのいいところ、あー、ダイブじゃねえ、ほら、よっしゃほら、あ、ダメだ、すごい、子供の喧嘩みたいな、ダメだ、俺は必死だから俺一生もぎ取りに行って、やられやられ、本もできてんだけど、ちょっとやめて、ほらほらほら、あ、ちょっと、ほら、うぼよ、頑張れ、あー、なんか勝手に対策になったけど、バーターになってる、え、でも彼方の確認してたんで、あ、楽しい、おらそんなそんな嬉しいかまさかわかんない、おらエレンしかしないオッケー、ほら、終わりだ、おら紹介されてる、よっしゃ、ほら、でもサバナかっこいいなぁ、やっぱ、やべ、勝てる勝てる、やろ、勝てる、これなんだよ、これガードックスする、ガードックスする、オッケー、どれ、完全に勝利じゃない、勝ったのよ、えあーちょ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 、信用してたのにちょっとやめて、マジ出ちゃうよ、あーちょ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 、おいひどいなこれやばい、また恥さらしたこれ、結構2チ2チですかこれで、え、2チね、2チ2チちょっと家族嬉しい、キャラもやばいな、嬉しい、いや2チだから俺のサブキャラ、もうダメだこいつ、ダメだ、やっぱせめて技を覚えたいわ、いやいやいや竜巻が波動出したら出るんだろうけど、もうなかよし、これで保ってたな、スプライドはメンツは保ったないつもなんか何か配信あると俺なんか大体漢字使ってなんか恥さらしてるなメンツは保ったぞこれ、いや最初はねやっぱあんなもんなんです俺、そう、 あんなぐらいから頑張ればこうなります、誰でもすごい親近感が分かりました、最初はむしろ俺超あんなもんですよマジで、新技の確認から始めて、そう、同じコンボばっか練習したら客さんに怒られたもん、いつまでやってんすかっていやいいじゃんって言ったのに、客さんもいつまでもコンボやってるけど、いやまあでも早いよあの人のが、まあ俺が遅いだけなんだけど、コンボ作りだからまあ基本はね、見よこの流れを変えて、はい、このこのやり方、え、ジャンプできるの、いや頑張った、あやべやべ死ぬ、ほら暴れてるぜ、おじさん暴れてるぜ俺はえ、なんでなんで、いやーわかんない、なんか長いちった、ごめんごめん、見せ場だったんだけど、いやーなんじゃこれ、あーなんでやねん、あーなるほど、あー無理乗っちゃいけないやつだなこれ、ガードしてる、なんかいるなんかいるなんかいる、バイク、バイク引かれるか、バイク見えんか、バイク見えんか、鍵見えなかった、鍵見えなかったの、鍵あったよ、鍵ね、鍵ね、アイテムの順番覚えよう、もう覚えたから、覚えた、早っ、トイレに話してみよう、もう勝手に覚えた、見えない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 、え、なんだよそれ、足元切る下段ですよあれ、よいしょ、どこ行くの、鮭
オッケー、頑張った、頑張った、頑張った。あのロボット強そうなんだよ。あのロボット壊せないからね。あ、壊せない。よっしゃ、来た。あ、ほら、掃除震えてるか、掃除震えてるか。あ、ペラクも来たか。やったー、減りそう、これ知らねえかな。あ、知らない、知らない、いや、死ぬこれ。はいはい、3-1です。はい、お先終わんなくなっちゃう。次10先、次10先、次15先、次20みたいな。明日朝早いよ、大丈夫、朝早いやばい、止まった、うん、一瞬で、うん、あ、そう、はい、ありがとうございました。やばいね、やっぱアイテム知らない人には強いね、このキャラ知られるとでもこっちがもう地獄なんだよ。地獄、地獄、やっぱ最強キャラだったか。いや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 、最強じゃないですよ。君が使ってるキャラだよね。そう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 、あれ一応最強候補、ベスト4いました、まあ、ベスト4、あ、ベスト8にいた。ベスト8でしょ。8にユウ様がいた。ベスト4にクマが、クマが3人いたね。3クマいたね。3クマ、3クマ、あれもう1匹は、もう一匹、もう一匹、ベスト4のもう一人、ベスト4のもう一人、え、3人じゃない、だってマッドさん、クマじゃなくて、ああ、アイギス、ウルポさんのアイギスだね。アイギスか、まあクマに囲まれたっていう、ね、なるほどね、それはクマ勝つわっていう、アイギスはクマに食われた。はい、というわけで今日は P4U2 掃除さんに来ていただきました。すごい楽しそうなんですけど、カミちゃんめっちゃ楽しそう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。こんな感じですか。じゃあまたちょっとね、掃除さんにはまた別の機会で来ていただければと。また機会があれば。いや、ウルフォだな。え、ウルフォでちょっと上手くなったら来るわ、ここに。じゃあちょっと最後に告知を。お、いいですか。明日、インテルクラブエクストリームオーバークロックイベントというので、ニコ生公式で出させていただきます。そして、そこの告知にはなかったんですけど、数の子も出ます。え、なんと聞いてない聞いてないんだけど、何週間前から言ってんの。マジで聞いてない。俺も、はい、数の子も出ます。他に一緒に出るのが、グラビアアイドルの今野アンナさん、そして、いいね、これ、マオタムこと青木式さん、そして、オーバークロックの世界チャンピオンかな、世界チャンピオンなのかな、世界チャンピオン、結構なんか若そうというか、ダックさん、はいはい、おなので、明日放送は、放送自体は12時からです、はい、昼の、はい、はい、そちらの方よろしければ見てください。よろしくお願いします。じゃあ今日はこんなところで、はい、掃除さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お感じですか。あれ、有料配信の方がいいんですか、の方はいいんですか。あ、一応チャンネルでも舞台裏的なやつをやるんで、はい、はい、チャンネル会員限定になってますんで、チャンネルの人は見られます。よろしくお願いします。目に焼き付けてください。イエイ、さよなら。テレビ番組みたいな。